現実の方がね、フィクションよりいいとかね、嘘だから。俺たちは現実にないものを見たいし、でそれを作る人が一番偉いし、だからそれのためにあの人間の文化ってものがあるんですよ。救われない、悲劇がずっと起き続けてるっていうのは、なんだろう、問いがおかしいかな、なぜだろう、なぜだろうって考えちゃった時に、うんうん、どんな店があるかな。マチカバーだ、ここに決めた。今日はここで飲むぞ。どうもこんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。江戸高橋屋敷さんです。こんにちは。いっぱい本も出してはります。はい、ありがとうございます。いっぱい本出してはって、で今度激動っていうね、映画の監督もしはるんですもんね。はい、頑張っております。はい、はい、激動はいつ見れるんですか。今年の9月には公開予定になっています。はい、わかりました。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。海が、どうも漫画家さんの新井秀樹さんです。はいはい、今日はもうホストじゃなく、はい、ちゃんとゲストで、はい、はい、してください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、OK。 恋人は抱き合って体寄せ合って、スナップを持って。はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。素人なんで優しく。なんかあの街に一人はいるおかしな子になってるんで。ちょっと時々規制を発してるから大丈夫かな。よしきさんはビールやね。はい、僕はビールください。ハートランド、はい、途中ビールあんまりきつくなったらなんか別のもんだろう。はい、言うてね。新井さんは今大丈夫です。ブッカーズいただきました。はい、ブッカーズ、ブッカーズはバーボンです。はい、バーボンね。はい、吉木さんって、はい、いきなり声が笑ってるじゃないですか。大丈夫かなこれ。本当に今日も緊張してるんです。はい、あの、吉木さんいつもビール頼みはるけど、はい、なんで好きなんやったっけ。ああ、それか。2つ理由があって、はいはいはい、僕結構ガブガブ飲んじゃうから、うん、ビールにしないと死んじゃうんですね。ああ、早く死んじゃう、うん、だから長生きするようにビールにしてるっていうところもあるんですけど、あと長生き好きなんだ。長生き好き長生き大好き。しようよ、面白い。長生き高橋よしきからそれが出るのは面白い。あのそれはやっぱりね、30とかになった時に、うん、あのその何、短期決戦すぐ死ぬ型でやっていくと、うんうんうん、見誤るなと思って、あの何語そうそう、いろいろあのなんていうの、人生を、うん、それでも大概見誤ってますけどね。だって私もそうよ。そうそう、30まで生きてるとか思ってないから、想像力足んないから子供の時は、うん、あともう一つあるから、ビールは映画と一緒で、うん、あの金持ち用のビールってのはあんまないっていう、ね。うん、それを記事でよ。そう、うん、あのウイスキーとかワインとかはだってほらどうやっても買えないみたいなふざけた値段もいっぱいあるけど、ビールってそんなないでしょ、うん、多分ね、うんうん、で映画もね、あのだからほら金持ち専用の映画ってないから、うんうんうん、どんな金かけても俺と違うスターウォーズは見れないんだぞっていう気持ちでやってますね。あのライブパフォーマンスは、うん、あのドバイの超お金持ちとかは、うん、マイケル・ジャクソンとかマドンナ呼んで、うん、意識自分のためだけコンサートやらせたりすることがある、うん、あるんですけど、でやってるやつがいるんですよ、うん、いやらしいでしょ、とかあと劇場借り切りとかね、うん、できるけど、ね、ね、映画はどんなそのゴージャスな、うんうんうん、ホームシアタールームとか金持ち作っても見てるやつ一緒ですから、うん、でだしそのゴージャスなそのホームシアターより、普通にミラノ座ったところがでかいから、うん、所有できないんだから、ね、そういう形で。そうそうか、2人が初めて会ったのは星尾、ね、ですよね、多分ね、う、うん、星尾だったと思う。あ、そうか、マチコはその後か。その後だ。その時は2人結構いろいろ話はできた。なんかいろいろお話したと思いますけど、はい、あんまり僕の記憶力に頼らないでください。だからむしろここに、うん、来たのが、うん、2人とも中原さんだっていうのが面白いね。中原雅也さんね。そう連れてこられてね。そう連れてこられて、俺はだから何でも言うように、うん、中原さんは、うん、新井さん、あのね、この先にタダで飲める店がひどいタダで飲める店って言ってすごいな、ね、可愛らしい人やからね。しゃあないわ、タダで飲みませんよ。当たり前ですけど。そうやな、よしきさんは、はい、そこから一人でも来てくれるようになって、うん、面白い人やな。いえいえ、とんでもないですよ。俺最初、うん、勝手なイメージで映画秘宝は読んでて、うん、だから吉木さんの存在も知ったんだけど、うん、俺が描いてる漫画って例えば、うん、
最初に書いたその宮本から君へって、うん、サブカル系の人たちからもすごい鬱陶しいって言われて、うん、で普通の、うん、なんだろう標準の感覚の人からも嫌われて、うん、だからどこに味方がいるんだろうっていうのが分かんなくて、うん、で映画批評の人たちも、うん、俺嫌われてんだろうなって思ってたからずっと20年30年で僕にしてみれば逆に新井さんの方が怖い人だと思ってまして漫画とか読んで先に漫画から入ったらねそれ言われるんでねその漫画から入ると、ねうん、まあ私はでもほんまに何も知らずに申し訳ないけどでもその50過ぎてから、うん、俺一人で飲みに行くようになったのも50過ぎで、うん、それまでの俺は結構今も別に普通だってあんまり思わないけど、まあ、普通だと思ってるんだけど、うん、俺は、うんうん、結構やばかったかもしれない、うん、頭おかしいっていうのはでもそういう時期は、うん、あるもんだから、うん、あるでしょそうそうだからなんかそうでなんかでね、うん、そういう時にしか会ったことない人が、うん、後になって適当言うんですよね、うん、もうすごい迷惑で適当とはいやだからそのなんかすごい悪いやつだみたいなことをね、うん、陰口叩いたりされるんですけど、うんうんそれ15年前の話だよねみたいなそう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 、そうそうそうなの俺もうごめんね、うん、よく言うんだけど、うん、人間って喋ってたら、うん、もしかしたら5分前と5分後の人って変わってたりするっていうのもあるから、うん、本当に、うんうんうん、最初はあのサタニストっていうのを聞いて、うん、どういう風な人なんやろうなとは思ってんけど、ね、いや普通ですよ、ねうん、でも普通ですよってもおかしいけど、うん、キリスト教が嫌いっていうねキリスト教嫌いですごく嫌い、ね、俺も一応言っとく人の子って漫画書いてるけど、うんうんうん、キリスト教という組織は一応その聖典を一応読んでのあれだから、うんうんうん、でも俺は単純にイエスっていうキャラが面白い、うんうんうん、素晴らしいじゃなくて面白いっていうのが、まあ、新井さんね人の子っていうのを書いてあるから、うん、これイエスの生まれ変わりだけどね、うんうん、まあでも何やったっけなんか楽しくて個人主義でちゃんと自分の思ってることを楽しく会話するってことだもんね。そうそうサタニスト宣言見たら、うん、いや俺書いてるあれですよ、うん、まあまあ、まともなこと言ってそうそうまともなこと言ってるあのそうそうで優しいしすごい、うんうちで、うんうん、あの、うん、若い人らの悩みの相談とかもちゃんと聞いてくれるし、そんなの聞いてたかな聞いてたよ全然覚えてないですよ恋愛相談とかもそうだし何だっけ、うん、俺だから、うん、ちゃんと真面目に聞いてくれるの保証で最初に会った時の会話は、うん、あんまり覚えてないんだけど、うん、住所連絡先を聞かれて、うん、すぐ次の日に、うん、吉木さんの書籍が10冊届けてくれて高橋吉木いいやつだってなってでその後マチカで会った時に、うん吉木さんの前で神様の話したらどうなるんだろうっていうのを俺ここで試してたのがあってそうなんだよサタニック人生相談これね、うん、あの吉木さんの何だっけ、うんメルマガのマグマグ、うんうん、で、最後の方にねなんか相談コーナーみたいなのがあって、うんうん、それをちゃんと真面目にちゃんと答えてくれもともと人生相談じゃなかったんですけど何でもだから質問コーナーみたいのが、うんうん、なんかメルマガってみんな質問コーナーやってるっていうのを始めるときにいろいろ調べたらあったから、うんうんこれいいじゃんと思って自分で考えなくていいしあのそのって思ったのねその時は、うん、あのだって来たのに返事すればいいんだから、うん、って思って始めたら、うん、意外と思ったよりもヘビーの、ね、お悩みがいろいろ寄せられてでそれをやっぱりちょっとそのヘビーのでそれをね僕のメルマガ何回か送ってくるっていうのは、うん、よっぽど他で相談すること先がないないんですよそう。それを考えたらそれは真面目にちゃんと応対しないとダメだなと思って、うん、あのやってたらなんか量がたまったんで、うん、本にさせてもらったということ、ね、そうですね、はい、めっちゃ好き俺だから、うん、これをまた段取りだって言って、うん、あの黒子の岡ちゃんにダメ出しされるかもしれないけど、うん、あえて言うけど、はい、あの今日、うん、吉木さんに聞きたいことを一個考えてきてってマチコさんに言われて、はい、そんなね質問したことないわねこの流れだからそうちょうどいいやと思って、うん、なんだろうなんか、うん、そんな根っこほら、はい、すごい真面目じゃん。まあ、いい人だし。どうですかね、あの、はい。俺的にいい人ね、はい、世間的じゃなくて。いつから、うん、高橋義樹って生き方を選んだの？どうして選んだの？要するに俺、例えば俺10代って、うんはい、グレることが恥ずかしくてできなかったの。要するに、うん、グレて暴れるのもいいなって思ったんだけど、うん、ごめん、恥ずかしいからそっち行けないわってなって。でも、俺が自分が頭おかしくてひねくれてるっていうのも分かってたし、うんうんうん、じゃあかといって、うん、ね、うん、俺が
ドレッドやれるかったら、ね、その基本は度胸がなかったわけ。度胸がないから、まともだってことだった。いや、消去法で逃げ道として最後に選んだのが、あの漫画だったってだけで、で、吉木さんが今の、なんだろう、ポジションって言い方も違うな、今の高橋吉木っていうキャラクターというか人間を選んだのってなんでなの、うんうん、例えば、神様が嫌いも含めて、いやいや、あ、それはオカルトが嫌いも含めて、あ、それはもうだいぶ遡りますよね。多分高校時代とかになると思うんですけど、うん、どんな高校生だったの？不良ではないですけど、うん、ただまあ普通に学校とかサボってたんで、うん、あの映画とか見に行きたいし、うん、でやっぱりその学校の外に面白いことがいっぱいあったから、うん、だからその時だからインターネットもないし、だからやっぱりその好きな映画とか特殊メイクのこととかを、うんうん、だから英語でしか書いてないから、幼少してきて読んで、でバレできたのは俺よりやっぱ度胸あるわ、ね、それでその挙句に補導されて家庭裁判所に送られたりはしてますよ、それはね。高校の時、高校の時とかね、そんだけやっぱ好きなものがあったってこと。まあでもね、それはでもだけどとか、うん、そう、あの全部そういうものだったんで、うんうんうん、結局その当時ってエンドルレートが、うんうん、とんでもない200何十円とか300円近くする時があって、うんうん、だからそのリーフのコミックとかだって1冊1000円とかするんですよ、うんうん、そんなの買えるわけないじゃないですか、うん、でちょっとしたね、そのスターウォーズとか、うん、そうじゃなくてもその映画の詳しい本とかになるともう3000、4000円とか普通にするから、うん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 、そんなお金ないでしょ、うん、でこんなあの別に企業宣言じゃないですけどなんか気してたんですけど、そしたらなんかあのバレて捕まって、うん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 、態度悪いとか言われて、うんうん、家庭裁判所に怒られたとかいろいろ苦労しましたね。そういう時ってお父さんお母さんにやっぱ怒られるよね。そのね、その時はうちの父は結構厳しくて、うん、あのすごく怒る人でしたけど、怒る時はね、その時初めて怒られなかったんですよ。だから、でだから僕ぴったりやめたんですね。はあ、面白い。そうそう、わかる。お父さんって動物学者？お父さんは動物学者です。ですよね。お母さん。母はまあめっちゃ綺麗な人、教員やったりとかいろいろやってる、教員はやってないのか、教員の免許を持ってるんですけど、うん、まあ基本的には主婦ですね、うん、若い時はその GHQ の、うん、でバイトしたりして、うんうん、へえ、そうか。吉木さんって一人っ子じゃない？うちは姉がいます。はい、でお姉さんがでもイギリス住んでて、うん、イギリス人と結婚してるん で、うん、でそこの家に子供いて、うちはいないから、うん、それで甥っ子に産んだみたいな。そうそう、うちの甥っ子、そうそう、だから甥っ子を尊敬してくれてる。おいっ子はあの自分のおじさんの中で一番俺が好きだって言ってくれてる。本当に、はい、あのおいっ子口がうまくなってきた感じ。ちゃんとね、あの子供の時からね、うん、あの面白いおもちゃとかね、うん、世界の残酷の歴史絵本とかをこうこそこそ送って教育してた、教育してあのやってるから大丈夫ですよ、はいはい、いやだからそれこそ、うん、別別にして以外はグレたって感じはないの？ないですっていうか、でもその後だけど、その20代とかの時に、うん、もうめちゃくちゃアル中に近い状態で20代とか、ね、そっちもそっちもあるし、でその時もだってもう大概だから不必要な喧嘩をすることもあったし、うん、でまあやっぱりその20代30代とか30代、うん、まあだからそのそれこそある程度そのデザインとか原稿の仕事がなんとなくできてできるようになるまでは、うん、結局だって生活は厳しいし、うん、でなんか何やってもそんな認められるわけでもないし、うん、あのまあ本当にもうあのネガティブ怒りパワーで、よく殺人事件とかが起きると、あのほら人を殺してみたかったっていうのを異常だとかっていう人が割と社交辞令なのか言う人いるけど、うん、いやみんなそうでしょ、多分滅ぼしたかったんだと思う。滅ぼしたかった、滅ぼしたい、そうそうそう、滅ぼしたいんだけど、今になって理屈で言うと、うん、ああその時の自分のことをそうしたかったんだろうねって、もう全然自分の理想にも近づけないし、うん、何やってんだか分かんなくて、うん、だから漫画家になるきっかけって、うん、付き合ってた女の子に振られたっていうのがきっかけって、うん、要するに、あ、何もなくなったってなって、うん、その時多分自分を認めてくれる人が多分その子だけって思い込んでた。あ、なるほどなるほど。でそれがなくなっちゃったから、うん、俺もう何にもないやって、うん、でその後、これがね、また吉木さんの地雷踏むんだけど、その後俺がハマっていくのが陰謀論。あ、陰謀論と、月が空洞で宇宙人の前哨基地だったとか、別に本気で信じてるんじゃないんだけど、陰謀論に入ると今の自分を見なくて済むから気持ちが楽になって、
でそれをそれにハマってる自分はバカだなって思いつつも、うん、むさぼり読んでて、うん、まあ、それが後々漫画みたいなことやるから、うん、すごい話のネタとしては使えるようになるんだけど、だから俺片方で陰謀論って、うん、救われる人もいるよなって思ったの、うん、その使い方によって、うんうんうん、ちょっと話変わるけど、うん、暑くないですか、ね、暑いです、うん、暑いか、うん、これ、うん、あの、まあ、つけていいか、全然全然もっと別にいいの、うん、ここでもはい、そのそれでいやだからいやでもそのあごめんね、そう、はい、だからその時にもう一つ重ねとくと、俺多分ね、俺の宗教嫌いって20代前半がもう大ピークで、なるほど、世界中の何かの信仰をやってる人間、うん、みんな死ねばいいのにって思うぐらい嫌いだったの、うん、人に何かに、うん、自分以外の何かに頼る人間なんていらないって思って宗教全否定だったのが、うん、徐々に徐々に、うん、でもそれがないと救われない人がいる以上、うん、どうしようもないよなって、それをじゃあ他に何を代用で救うことができるんだっていう風になって、うん、徐々にその辺が緩んでったの。じゃあ自分は自分にだけ自分の意思で生きてるかって言ったら、うん、そうじゃないしねって、どっかで自分で選んでるつもりで、うん、選んでないじゃんって、選ばされてるっていうのもあるじゃんって、うん、まあ、でもなんか2人のその何やろ怒りっていうのはそれなりになんか社会に向けての怒りだったの。いやでも大体だからその社会に向けての怒りでもあるし、うん、そのまあそれはまあ元から割と僕は高い方だったんですけど、うんうんうん、だけどそういう時ってだからみんなね、うん、自分のことをね思ってるよりね嫌ってるんですよ、うん、そうそうそう、うん、あ、そうかそうか、でも思ってるより好きでもあるでしょ、思ってるより好きな好きだと思ってるんだけど、うん、同時にすごい憎んだりする、そう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 、うん、自分に期待してるってこと、うん、自分期待はしてる、うんうん、まあ、若いしね、そうそう、いや、若い時はね、うん、だって本当どうにもなんないですよ、うん、うん、だ自信もないしね、いや自信はある、自信はある、自信はある、自信は一番あるの、自信はある、若い時が、そうそう、自信は超ある、超あるんだけど、その自信に見合う結果も何も出ないから、評価もないしね、そう、そうそう、それが地獄でイライラして、うん、何かに爆発させたいって、うん、だから漫画家っていうのに、うん、一応慣れて助かったわって思って、ね、そうじゃなかったらどうしたんだろうって、うんうんうん、まあそこはね、それはやっぱり意志の力が強いんですよ、うんうん、だからその、うん、なんかやるぞって言ってやるっていうことがね、うん、だからその怒りだけで、うん、そこでじゃあ何にするかっていうことがないと、うん、すごく結構その悲しいことになるっていうことも実際に見てるし、うん、ありますからね、それはね、うんうんうん、まあでもさっきおっしゃってたその宗教 の代わりになるものがないって話はあると思ってて、俺は、うん、金とかでいいんじゃないって言うと思ってたそう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 、でもね、金を稼ぐ能力もなければ、うん、に手を出す、うん、度胸もない人がいるわけ、うん、でそういう人にプレゼントしてもらいたいですよ、あ、そっか、はい、これいいよ、いいもんだよ、いいもんだよなんて、別にそういうことやってるわけじゃないですよ、そうそうそう、だけどね、サンタクロースなんて、ね、アメリカでね、あれはね、今日は誰だっけ、ジョージ・クルーニーだ、うん、ジョージ・クルーニーは、うん、サウスパークっていうアニメーションを作ったトレイ・パーカーと親友で、うん、トレイ・パーカーが最初に作った自主アニメをハリウッド中の関係者に VHS 回して、うん、こいつやばいって言ったのはジョージ・クルーニーなんで、うん、本人なんですね、うん、でだからサウスパークの第1シーズンにジョージ・クルーニーは犬の声の役で出てるんですけど、うん、でもジョージ・クルーニーは毎年ハロウィンにすごい巨大なパーティーを開催するんで有名なんですよ、うん、でそれってどういうぐらいのでかいかっていうと、だから DJ ブースがいくつもあって、うん、チルアートスペースがあって、うん、槍部屋があってみたいな、うん、もうとにかく、まあ、すごいパーティーをやるんですけど、うん、それを何年かだからその任されて仕切ってたのがトレイ・パーカーで、うん、でまあその、まあ、素晴らしいパーティーだったし、ね、うん、そのパーティーの時トレイは自分で考えたスーパーヒーローの格好で、うん、あれはねキャプテンっていうあれで、ここにでっかい袋ぶら下げてその中にちょっち入っててみんなに配って回るっていうスーパーヒーローの役で場を盛り上げていたっていう話を聞いて、本当いい話だなって思って、言うのとは別に、うん、要するに例えばなんだろう、なんでこんな不幸なことが重なって死んでしまったんだろうとか、うん、こんな目に遭ってるんだろうっていう時に、うんうんうん、結構知識や科学的なことを積み重ねて、うん、でもそれは偶然なんだよってなっちゃった時に、うん、だって
神とか別な何かの力の意志っていうのはなければ、うんうん、それは偶然だって言われた時に、うん、それって救われないよね、うん、俺こう言いながら神がいるかどうかは前に吉木さんと話した時に、うん、俺はいてもいなくてもいい、うん、でも少なくとも物語書く以上はいた方のが面白いっていう時があるっていう位置なんだけど、うんうんうん、でもその偶然以外で片付け、うん、偶然だけで片付けられちゃったら、うん、どうやってその人って救われればいいんだろうっていうのを思っちゃうわけ、うんうんうん、救われないかもしれないですね、うんうんうん、救われないかもしれないし、その時に、うん、いて助かる人がいれば、うん、いてもいいんじゃないっているってことでもいいんじゃない。でもそれ嘘だから嘘なんだよ、うん、でもみんな嘘を信じて生きてるじゃない。あ、貨幣とか貨幣とか、そう、貨幣も嘘だし、紙幣も嘘だし、あんなすごい安いので作られた、貨幣とか国家とかいう嘘を信じてもできてるから。1万円札って1、2円、まあそんなもんでしょうね、うん、いやいや、かまあね、そうそう、貨幣とかね、そうそうそう、国家なんてものは全部幻想に過ぎないので、あの希望や期待も幻想に過ぎないし、そうそうそう、あのでも、いやだけど、そのそれがね、救われるかどうかっていうのは、うん、救われだって思うかどうかっていうのは、うん、その人の勝手だから、そうそうそう、そのなんか何があるから救われたとかいうのも、うん、まあそのでそこでね、その、うん、そこでやっぱり最もありそうにもないものを、うん、があるから、うん、あることにしているから、うん、救われた感じになるって言われても、うん、到底踏み落ちない、うん、なんだけど、でもそれで救われてるって思う人が、うん、もうそれこそピースって状態でいるんだったら、うん、だけどだから例えばね、だからその、うん、そのまたこういうとこでこういう極端な例を出すとあれですけど、うん、だから天皇は神だっていうことでね、救われてた人たちがね、うん、には何かいいことあったのかって言ったら俺全然ないと思うし、うん、とかね、うん、ヒトラー救世主だとかね、うん、全然いいことなくて、うん、でその二人はまだ少なくとも人としているじゃんみたいなことのレベルで言うと神とか本当にないから、うん、それちょっとたちの悪い説得法なんじゃないかっていうふうに僕は思っちゃう。もちろん、基本、うん、吉木さんも書いてたけど、うん、世界の全てのこの世の出来事の全ての謎を解く鍵は42でいいし、うん、もしくは宇宙人が座礁した惑星の UFO のそれを修理するための部品を届けるために人類地球の歴史っていうのがあったっていうのをボネガットって人は言って、うん、そうですね、そうですね、うん、そう、それでもいいしって、うんうん、それ42って何？42はね、銀河ヒッチハイクガイドっていう小説があって、小説があって、はいはい、俺吉木さんに勧められて映画も見て読んで爆笑したんだ。爆笑でしょあれね。爆笑だった。であれはその、うん、ね、人生、宇宙、そして全てのものに対する究極の質問、うん、質問とか全てのことに対する究極の答えを求める質問のために、ね、うん、ディープソートっていう、うん、宇宙で最大の最大2番目に最大のコンピューターを作って、うん、何十万年か待つんですよね、計算にね。でその日は銀河中から、うん、そのいよいよっていう日を待ち望んだ人たちが発表が、うん、集まって銀河中に中継されて、うん、いよいよ究極のコンピューターが究極の質問の答えを出しますって言ったら、うん、いやその答え皆さん気に入らないと思いますよそうでとか言って、で何ですかって聞いたら答えは42ですそうそうそう、でみんな喜ぶイエーって言おうと思ってたのになんかシーンってなっちゃってで42ってないだろうとか、しかも奇数ですらない素数でもない何でもない一番つまんない数字だってことで大騒ぎになるっていう、ね、でその答えをもっぺん導き出すために作られた別の超巨大計算機が地球という惑星だったらしいね。そう、計算機が地球だったっていう、人類が、地球だった、そうそうそう、人類の歴史そのものがそれのためにできている、うん、だすごいよくできている、面白い。もともとはねラジオドラマで、それから、BBC でドラマになって、ね、小説が出て、でもあれもある種の信仰の話でもあるでしょう、ある種の、いや全然違うと思います。本当に、うん、俺もそう思っちゃう。だってダグラス・アダムズは極端な無神論者なので、いやそうなんだけど、そうなんだけど、42って意味のない数字を、うん、信じるの面白いじゃんって思うのは信仰でもあるでしょ。いやだからあれは信じるもくとも話にならない数字が出てきたんでみんな怒るって話だから、うん、そうだ、で問いの立て方が悪いって言われちゃうんですよ。質問の立て方、うん、そう質問の立て方が間違ってるから、うん、そういう答えになっちゃうんだと、うん、俺でもそれを面白いって思う時点で、うん、信じるに結構道義だと思ってるから、
幅広いですね。新井さんはだから、うん、そのね、ちょっと信仰っていうものにね、幅を持たせすぎで、うんうん、そうそう、だから言っとくけど、うん、団体とか組織は本当に、うん、ほら、1円でもお金取ったら、それは宗教じゃないって、あの漫画家も死んじゃったジョージ秋山さんが言ってたんだけど、うんうんうん、でもほら、葬式あげる人もさ、お金ないとご飯の食い上げだから、ちょっとやってもいいじゃないですか、それは。別にあの好き嫌い別としてね。そうそうそう、そうなの。で、周りもやることで喜ぶとか安心するっていうんだったら、やるしかないかっていうか、逆に俺はそのなんか製品みたいなものにあんま興味ないから、なんかあの、すごいマゾっぽいと思うし、なんか、そんな無理しないで、普通にうまいもん食って楽しく暮らせばいいのにバカみたいって思っちゃうんですよね、うん、それは。よしきさんってなんか、カトリックの学校行ってたんやったっけ。あ、そうそう、小中高はね、はい、そうですね、はい、だからなんか前聞いた話では、うん、なんか結構ちゃんと一応いろいろ勉強して、ちゃんと勉強して読んでいろいろシスターとかにいろいろ質問したけど、うん、でも小中高とかじゃなくて、僕大学でも西洋哲学取ってるから、うん、キリスト教神学とかも、うん、ちゃんとめちゃ勉強一応やってますけど、はいはいはい、あの本当無駄にしたと。いやでも人生と時間を無駄にしたと、ね、無駄にはなってないでしょ。いや、ある種大体無駄ですよ。大体は無駄、大体無駄でも、うん、大半大体無駄じゃん。大半のことまあそれもなぁ、大雑把ですね。大雑把なんだけど、うん、例えばね、陰謀論を信じすぎる人と、うん、知識とか情報を信じすぎるの、すぎる同士ってほぼ一緒だと俺思ってるから。なるほどなるほど、うん、あの、要するにそれ以外を否定するって意味では、あ、そこはね、うん、あの、僕もそのね、今ね、おっしゃってることで分かるところもあるんですよ、うん、で、それはね、あの、それはね、新井さんのね、優しさだと思うんですけども、うん、僕の中にはそのね、でね、僕は優しいのは大事なことだと思ってるし、自分のこともなるべく人にね、優しく見てもらいたいなっていう気持ちは人一倍ありますよ。俺よりも優しいと思う。ね、そう、まあ、言いたいことは分かる。あるけど、その優しさを適用していい範囲っていうのが俺のが狭いの、はいはいはい、いや、あのね、優しさを隠すのに出来上がってるのが高橋よしきだと思ってる、うん、そんなことないですけど、マジで。みんなそれぞれの見方があるね。面白いな。すいません、ありがとうございます。私、あの、吉木さんにすごい救われたことがあって。そんなことはないですよ。ほんまやねんって。嘘ばっかつくんだよ、やめてください。吉木さんは覚えてないかもしれへんけど。覚えてないです。私何回も言ってんねんけど、俺聞いてるから知ってる。なんだろう、なんか吉木さんとなんか最初何回か話していくうちに、うん、なんか吉木さんが何かの話の流れの中で、うん、僕はいつも心にアウシュビッツですって言ったの。ああ、それはね、うんうんうん、そうですね。で、その言葉にすごい救われたの、うん、で、私もまたタイプは違うとは思うねんけど、うん、私ももう小学校ぐらいの時か、うん、からお父さん父親の見てる戦争映画とか、うん、あとそういうのも含めてそのアウシュビッツの事実知った時も、うん、もう全く納得もできひんかったし、うん、なんで人間が人間を殺すんやみたいな、うん、でそういうのもあるけど、私ほんまに今もそうやし、うん、常にアウシュビッツのことが心にあって、うん、でそれがすごい、ヨシキさんのその言葉聞くまでは私すごいそれをネガティブに捉えてたの、うん、でもそのヨシキさんその言葉聞いて、うん、そうや、それでいいんやと思って、ね、それがなんていうのかな、なんか私の土台になったっていうか、あの、本当にそういう意味ではもう見える景色からないから全部変わった。俺ちょっと違うかもしれないけど、うん、俺家族によく言われたのが、うん、これ今すごい美味しいもの食べてるっていうと、うん、急にものすごい後ろめたさが襲ってきて、わざとうんこちんことかもうそっちの話とか、あと世界ではこんな事件が起きてこんな虐殺されてこんな非業な死を遂げてる人がいるって話をしなきゃ気が済まなくなって、なんで美味しいもの食べてる時にそんな話するのって怒られるんだけど、もう癖で今自分が幸せな気持ちになってるっていうことが後ろめたいって。それはね、それはダメだろ、まず罪悪感の暴走しすぎですね。そうそう、やっちゃうんだよね。あの、いや、それは、うん、あの、その人たちの分も美味しく食べようと思って。やっぱうまいね。そうなんで、そうそう、多分ほら視点とか視野とかの言い方あんねんけど、うん、その視座ってあるじゃないですか、うん、見る、うんうん、で多分それが私の体の中に、うん、なんかちっちゃいそういうなんか弱い子供がいて、うん、でなんかそれを基準だし、もう多分物事全部見てるんですよ、この今の年になっても。でなんかなんていうのかな、そういうのも含めて、うん、そのなんていうのかな、
何が言ったか分かんなくなった。そう、俺だからちょっと回したりして、ちょっと今の流れとずれるかもしれないけど、もう一つ癖であるのが、吉木、はい、さんって結構可愛いもの可愛いって言えそうじゃん。あ、言いますよ。俺ね、うん、言えなくて、あ、で俺が何かを見て可愛いっていうのが湧き起こって、うん、思わず可愛いって言いたい時に、うん、先に出てくる言葉がくっそーな、うん、俺ごときが可愛いって言葉を発するのかっていうのが、自意識がすごい、ちょっとね、異常なの、あのね、いや、ちょっと根が深い、本当に根の深い、根の深い、あの、ちょっとね、あの、楽になりますよ、あのね、おお、可愛いとか言って、そう、そうなの、言いたいんだよね、可愛いが、だから鳥飼ってから少し楽になってんの。うん、鳥飼うようになってからもうちゃんと赤ちゃん言葉使って鳥可愛がって、喋れないで、あ、今舌打ちした、ひどいよね、舌打ちしてない、鼻で笑ったんだけど、鼻で笑ったんだけど、鼻で笑ったんだけど、なんだろう、でも素直になればいいのにね、そういう意味で、いや、いや、ね、最近でも割と素直になってる、いや、だから多分ね、うん、俺あの本当荒井さんとも、うん、こうやってあの なんだろう、あのこうやってお会いすることができたのが、うん、お互いいい時で、うん、あ、そうそうそう、だからね、変な時期だとすげえ大喧嘩して終わりみたいなことがすごいあったと思う、それはね、それはそういうことは誰に対してもあることだけども、あのね、あのか、あるいは それでそのネガティブ方面で意気投合してた可能性もある、それはね、わかんないですね、それはね、でもそのね、あのそのアウシュビッツの話でも、だから僕は例えばアウシュビッツっていうのはそれこそそのまあ、神でも宗教でもいいですけど、に対する最大のカウンターの一つだと思ってたから、うん、あのまあ、アウシュビッツのサバイバーの有名な人が、うん、まあ、言ったんですけど、もしも、もちろん完全に無神論者ですよ、うん、でもし神がいるんだとしたら、うん、まず謝りに来いって言ったんですよ、うんうん、でそれはね、あのそれにどう答えられるのかと、うん、宗教がね、答えられないですよ、うん、無理なの、うん、だからあのそういうふうに考えてはいる、うんうん、そうなんです。でも要するに宗教の罪ってあえて言うけど、うん、それって救われるって言っちゃってるから救われねえじゃねえかってなるけど、うんうん、じゃあ宗教を外した時にこう考えればこうすれば救われるっていうのがうまく機能するかっていうと、救われるってどういう意味なのかがよくわかんない、そう、わかんないけどね、うんうん、でも救われない悲劇がずっと起き続けてるっていうのは、うんうんうん、なんだろう、問いがおかしいかな、なぜだろうって考えちゃった時に、うん、でも、うん、でもさすがにいい年になってくると自分も含めて自分以上になんかいい人ぶるの嫌だけど、うん、周りが幸せな状態でいるのが一番いいやって、うん、後ろめたさ感じなくて済むしっていうのがあるから、うん、そうすると大変そうだけど、いや、なんか、うん、どうすればそういう人たちって、うん、要するに自分は不遇だとか、うん、なんでこんな目に遭ってるって人たちが笑えるのかっていう、うん、だからそれはですね、うん、まずは資本主義を脱却してそれは一緒、はい、ね、そう、脱却して、そう、脱却してで、そのもうちょっと分配をうまくやる方法を考えて、うん、でとにかくそのまずそれからそのプラス社会の抑圧を減らすと か、うん、だかそういうやり方でその、ね、そ一挙解決することは何もないから、ないないない、少しずつ直せるところを直して、うん、でマシにするっていう考え方が大事だ、そうそうそう、マシにするが大事、そうそう、マシにするってことでしょ、そう、でもなかなかマシにもなんないから、うん、できる限り自分の目の届く手の届く範囲の人を幸せな気分になってもらおうって、要するに大きく号令かけて世の中全体を号令のもとに変えるって、うん、やっぱ必ず歪みが起きるから、それは全体主義ですからね、そう、うん、だからその、いや俺全然マシになってると思うんですよ、うん、だって例えば今は女の人は、うん、あんまり物とは見なされるのは良くないっていう考えが浸透してきてるし、参政権もあるでしょ、うん、あと子供が、子供は炭鉱に放り込んで一生働かしてっていうか 2年ぐらい労働させて消費してもいいやみたいな感覚も100年前はあったけど、うん、もうないでしょ、あとそのなんかそれこそ魔女狩りもないしね、魔女狩りもないし、うん、で、魔女狩り的なことありますけど、的なことある、うん、的なことあるけど、だけどあとまあコレラでいきなり死んだりもあんまりないし、でいやそれを全体としてはね、僕はすごく良くなったと思ってるんですよ、だからだからその少しずつやる、でそれも全部少しずつ直した結果だから、うんうん、ちょっとずつ直していくことで、うん、例えば100年50年で見たときにだいぶその50年前と比べたら、うん、いろいろよく改善したっていうことは必ずあるから、うんうん、全然その
だからその、なんだろう、だから一発逆転みたいな感じじゃないなってやっていくしかないんだからっていうことですよね。だから少しでもこっちの方がマシじゃないかって思うのを選べればいいんだけど、うん、でも逆に良くはなってきてるけど、うん、良くなってきてる分の悪くなってるところも出てるでしょ。なんかそれはあると思いますよ、うん、でもそれはだからそのなんかそういうふう、そういうふうにだからそのもうちょっと個々のことで見ないと、うん、つまりそのなんだろう、どんぐらいの大きさの悪いことがどれぐらいあってみたいなことで言うと、うん、全体としては良くなってるっていうふうに僕は考えてて、うんうん、だから単発的にとか散発的に発生してるものすごく悪いことに注目しすぎると、うん、例えば科学がどれだけ世の中を良くしたかみたいなことが見にくくなるというか、うん、悪しき相対化の罠にはまってしまうので、うん、実際超良くなってんじゃんっていうことを、うん、まずは僕は言っておきたい派ですね、それは。病気とか超治るようになったじゃんっていう、うん、それだけでもすごい勝利だと思うんですけどね、うんうん、だっていきなりわけのわかんない病気とかで、ね、うん、すぐ死んじゃってみたいなことが、うん、まあ人類の歴史の 99% はそれの連続だったのがね、うん、そうなんだけど、じゃああえて言っちゃうけど、うん、でもそれができるおかげで延命が可能になったおかげで、うん、おかげっていうかせいで、うん、下手すればね、うん、例えばその身の回りの人が、うん、その世話に自分の人生の時間を使わなきゃいけなくなる。もちろん喜んでやってればいいけど、うん、当然、うん、現実だから疲れるし、うん、もう疲弊するし、うん、心も体も、うんうんうん、それを救うってことは、うん、延命するっていう技術を作った人はそこは考えてない、うんっていうことに俺はちょっとやっぱ思うところがある。これはパーセンテージで話したいわけじゃないんですけども、うん、そのことで回避できた悲劇の総量の方が多いんじゃないかと思いますね、うん、ただ、うん、便利にテクノロジーが進んだ分で失われたものっていうのの大きさっていう方を俺は結構憂いちゃうっていうか寂しくなっちゃうって、うん、まあ、昔のそういうその科学がまだ発達してない時の人たちに比べたら、うんうん、今の私らはそういう意味ではいろいろ思考はせなのか、自分で自分の心にいろいろ聞いたりとか、そうそう、でも考えることは多くなってはきてる。大人になったらどうやらセックスっていうのをするらしいって言った時に、うんうん、情報本当に何にもなかった時代の人たちが初めてセックスした時の感激、感じ方の問題、要するに今の時代が、要するに今の子供たちよりも上の人たちが選んで作った世界だから、うんうん、そこで選べる選択肢っていうのがもしかしたらすごく減ったかもしれない、減ってないかもしれないけどね、うんうん、でもそれをじゃあこの時代の標準で、この選び方をしたらこんだけの感動があったっていうのが同じようにあるのかもしれないけど、俺は結構そこにも後ろめたさを感じちゃうわけ。いやでもそれは、うん、やっぱ実際にやってみると違ったりするから、もちろんもちろんそうなんだけど、でも例えば吉田さんって漫画はあんま読まない、博多っ子純情って漫画知ってる？あんな題名しか知らないですね俺、うん、その漫画で中学生が最初主人公なんだけど、うん、爆笑したのが、うん、中学生男の子3人が、うん、女のあそこってどうなってるか知ってるかって言って、うん、穴が4つあるんだってのぐらい分かんない、うん、戦慄の絆っていうね、クローネンバーグの監督に言われ、こうあれは産婦人科医の、うんうん、双子が主人公なんですけど、すごい怖いんですよ、こうやって触診しながら、うん、女優のね、マンコを触診しながら、うん、あなたのこれは奥が2つに分かれていておかしな形ですねって言うんですよ。超面白いでしょ、怖いでしょ。そうそういう怖い映画がありますね、うん、で、そういう幻想とか妄想も、うん、情報が過多になると選べないって、うん、俺だから別にテクノロジー全否定とかもしないし、うん、なんだろう、便利になったことも含めて全否定はしないんだけど、っていうか子供がね、うん、の生存率が格段にアップしたことだけでも、うん、俺もう100点だと思いますよ。ただ、うん、精神的に病む子はそのテクノロジーがゆえに感覚として増えてる気がする。感覚としては実際そうだけど、それはね、うん、いろいろあると思いますけども、うん、それはね、多分この国の問題とも関係してて、あ、もちろんもちろん、ちょっとね、なんだろう、すごくそのね、日本はやっぱりちょっとそのまあ再帰的っていうかね、ね、自意識過多なおかしな国だから、うん、だからその昔からよく言われるのは、うん、その日本人論みたいなのが、うん、こんだけ出てる国って他にない
だと、うん、つまりフランス人が、フランス人はちょっとおかしいから、フランス人はあるかもしれないけども、うん、だからアメリカの本屋とか行って、アメリカ人とは何かみたいな本がバーって並んでるかって言ったら、それはないですよ、うんうん、まあ特定できないからね、そうそうそう、それがアメリカ人っていうとかね、イギリス行っても別にそんな本ないし、で、だからそのなんかね、そこはおかしくて、だからそのまあ僕はその精神をその健康に保つには日本は不向きな国だとは思ってます、うんうん、だから俺はそれで言うと、なるべく、うんと楽しむなら言葉に触れてもいいけど、知識とか情報に触れてもいいけど、楽しまないで、下手すると楽しんでるって意識もないで言葉を探求して触れちゃうと結構病むよっていうのがあって、よっぽど扱いがうまくできない。要するに昨日そのビビアン佐藤さんと話してた、ごっこだって、まあ人のことでも書いてるけど、ごっこだっていう認識がないと自分が生きてて楽しむって、楽しんでること自体が、誰よりも俺が高尚だとかっていう話じゃなくて、みんなそれぞれ自分が楽しめるごっこを選んでるっていうのに、それにはもう上下ないはずなのに、その意識もなしに、これこそが真理、本当のことだってやってると、結構ドツボにはまる気がする。言葉に触れることで、言葉なんて、それこそ具体化抽象化でいうと抽象の極みみたいなものだから、まあその言うてはるその言葉って、その SNS 上のツイッターの言葉とか、言葉とか、そう、あとはだからそう、だってかつてないぐらいみんなが文章を書くようになっちゃってるわけでしょ、まあ打つように、あ、それは、あの本当これはいろいろあのブーブー言われるかもしれないけど、それについては俺は持論があって、今の日本とかも、日本とかも俺文毛率が異常に高いと思ってるんで、文毛って要するにあの字が読めない、字が読めないと、で日本は文毛率が異常に低いっていうことをずっと売りにしてきて、だから日本すごいとか言ってるんですけど、例えばだから今のまあ政府の人とか見ても、字も読めなければ言葉もわかんねえじゃんと思うわけ。それはだからそのね、なんかこうその文字とか言葉を使ってるように見えて、なんかそれを真似してるだけの右方法源人みたいな人が多すぎるんで、こういうこと言うと嫌われますけど、だけどあの実際そうなんで、だからそういう人と、だからこっちが僕が思ってるっていうか、僕はこういうとこ思い上がってるか言いますけど、あの自分がね思ってる論理とか理屈とかあの言語で話してると思って応対してると、絶対そこに落ち着かない、あの落としどころがなくなっちゃうんですよ。なんでかって言うと、向こうは、あのこっちの考える文脈なり、言葉の使いなり方じゃなくて、あのなんかこうあのなんか振り回せる棍棒みたいな感じで言葉やってて、でこっちはそのさらにそれを洗練された振り回し方の棒も持ってるんだけど、それはよくわかんないから、あの見えなくなっちゃうとかね、そういうこともあるんで、だからそれはあのそのね、言葉がなんとかっていう問題よりも、その言葉が分かんない。それ分かる。吉木さんも大好きな、最初に俺、吉木さんと最初の頃話した時に爆笑したのが、カッペなんだよって言葉を使ってて、カッペって要するにもう精神的なカッペ、田舎に住んでるとかどうこうじゃなくて、要するに1984年って、まあ小説があって、そこでニュースピークって言われる、もう明らかに矛盾してる言葉、矛盾してる事象を、筋が通ってるって思い込んでる人が多すぎる。でそれをどっかで、そういう人たちも含めてカッペって呼んでたので俺爆笑したんだけど、カッペいいなって、そう、最近言葉とか少し直すようにして、直してるから、昔そう何年か2年ぐらい前にはカッペって言ってて、それは大もろいって、まあでもまあそれね、あのそうそう、もう何を言ってもね、あのまあまあまあ、だからもうそれは絶望してますよ、まあ嘘だけど全然絶望もでもエンタメでしょ。いやいや、絶望もエンタメっていうか、あのなんだろう、別に僕はその言っても分かんない人たちに対して責任を負ってないので、自分の楽しい人生を追求する方がよほど大事だし、それにキュウキュウとしてますね、ちょっと2人にも聞きたかった、私からの質問やね、私はなんか今回そのコロナになってすごい私の中での3つぐらいの言葉もう一回見直してるの、それが多様性っていう言葉と、あとそのリタっていう言葉と、え、何リタ、リタ、リタ主義のリタ、あと諦めるっていう、でそれはその私の中で今まで、例えば多様性っていう言葉に関しては私、あのあんまりね使わなかったの、
よく分からへん言葉やったし、自然界のあの多様性と人間の多様性、人間界の多様性またちょっと違うから、人間の世界で言うたらすごいあの限界があるから難しくてよう使わへんかったし、あんま信用しなかったけど、ただコロナになってすごいそのなんていうのかな、やっぱウイルスと向き合わなあかんなったじゃないですか、いろいろ。でその流れの中ですごいそのなんていうかコロナ目線で、まあ現実日常的にそのお客さんと接したりも含めてそうやねんけど、すごい私の中での多様性っていう言葉がすごい変化してきて、福岡伸一さんの動的平衡っていう分身生物学の人の本とか読んでてもそうやねんけど、あのやっぱウイルスってもともと人間界には絶対必要な世界ものやんか、であのやっぱり私らの中に入ってるサーボ一個一個っていうのはお互いちゃんと刺激し合ってて、でまあ破壊して再生する、でそれをバランス取ってるっていうのがあるけど、再構築するってやつでしょ。そうそうそう、ウイルス目線で見るとあのなんていうのかな、見方がすごい変わってきたな。今までじゃあ虐待とかしてる人、そこで私の中で多様性がパシって切れちゃうねんけど、でもそのウイルス目線で見るとすごいその細胞と細胞がすごい刺激し合ってエネルギーの交換とかもしてんね、だからそういう意味で言うたら、さっきのいつも心にアーシュビッツじゃないけど、その連続殺人犯もそうやねんけど、その人のことは尊敬できひんけど、でもあのその人のそういう事件とかそういうもののそのエネルギーみたいななんかに私は影響されてるから、それによってなんかこう私の中でのその多様性が変わってきたり、もううまいこと説明できない。あとそのリターもそうやねんけど、なんか今までずっと勉強中やねんけど、リターとかって言ったらもう ET やなってこの間思ってんけど、まあ、ただね、一応釘刺しておきますけど、そのウイルスとかの世界の話っていうのを、あのアナロジーとして人間世界のことに当てはめることは意味がないばかりか有害なので、そうしない方がいいです。ウイルスは独自の理屈で生きていて、でそれでそれとそれと例えば遺伝子プールの問題とか、そのそういうのをその人間社会の中で当てはめるのを、まあその一般にそのまあだからその社会的ダーウィニズムとかそうなんだけど、あのそれはそこに本来当てはめられないものを比喩として持ち出して何か分かったようにすることの危険性っていうのはすごい高すぎるので、それはあの本来やってはいけないことなんで、やってはいけないって僕はいけないと思ってる。あのあまりにも関係がなさすぎる。だからでそのそこのそのアナロジーとか比喩が、がは成り立たないんですよ。本当に全然違う世界なんですよ。まあ違う世界やからね。多様性っていうかあのダイバーシティって言葉が出てきた時に、あ今度それ金にするんだって思って、なんで多様性って言葉をわざわざ当てはめて使わなきゃいけないのっていうのがすごい嫌って。いや要するに使わなくても、今まであったありもので、いけるじゃん。もちろん多様性って言葉あったけど、わざわざクローズアップするように出してこなくてもいいじゃん。いやでもだからそれは普通に、だからそれは例えばだから、まあ僕はその専門だから、映画の話にしますけども、例えばだから、その定型的なステレオタイプ的な役以外で有色人種がどれだけこれまでの映画に出てたかっていうことをやっぱり考えなきゃいけなくて、で僕らもだから子供の時とかに映画見てて、で全部白人の話なのに、なんか普通と思って見てたでしょ。でそれ普通じゃないし現実を反映してないんですよ。だからそのそれはすごいで現実を反映してるところもあったかもしれないし、でもそうでないところもある。でそういうものがそのマスの、まあ、メディアであれ表現であれで流通することによってそれが再生産されると、つまりそれはあの現実じゃないものを手本にして現実が習っちゃうみたいなことになると良くないっていう考え方がまあ根底にあるんですよね。でもそれってだからどっかで意識的に、そういうふうに作っちゃってる部分があるけど、例えば俺だったら俺が生きて生活して見てる世界にこういう国の人、要するに人種の人もいるっていうのは、そのまま書けばいいだけの話じゃん。こういう女の人もいる、こういう男の人もいる。もういやそれはね、分かるんですよ、私も。だから、そこは、まあ、2人が言ってるような感じは、私はすごい、今までそう思ってたし、だからあんまり使いたくなかった、多様性があってっていうのは。だから私の中で何かがちょっと見方が変わったの。そうだから、俺は、その言葉は、
言葉は俺好きじゃないけど、そう、あの、意味してやろうとすることは全然否定 してなくて、そうした方がいいわけ。でも、一つ新しい言葉を放り込むと、結構みんなそこに一直線になっちゃって、暴力的になる、要するに全体主義みたいになるのが、きつい。多様性考えてないのか、お前はって。いや、それは。全体主義的な発想じゃないんです、私の言うてた多様性の。見直しっていうのは。今、いくつもの言葉がごっちゃになって、で、その、何らかの、そうですね、わからん、概念があったとして、で、その概念、だから、それはね、だから、いわゆる、その、そういうふうになりがちなんですけども、で、特に日本はね、僕は本とかでも書いてますけど、例えば、その、すぐね、それこそね、ニュースピークっぽいんですけど、略語にして、本来の意味を剥ぎ取ってしまう。うん、で、セクハラもそうだし、うん、ポリコレもそうなの、うん。で、それは何のための、どういう概念かっていうことを抜きにして、うん、で、それで結局ポリコレ棒みたいなね、言葉ができちゃったりとか、うん、だからその、フェミナチとかね、うん、まあ、それはまあ、海外でもそういう言葉ありますけども、うん、で、そういうことはもうそもそも言ってないと、うん、いうことがあって、で、それでその全体主義的っていう言葉は、うん、だからね、まあ、その魔女狩りの方がむしろ近いと思いますけども、うん、むしろそういうことを利用しようとしている、うん、政権とかの方に対して言うんならともかくも、うん、その草の根で、うん、であったり、うん、例えばネット上のうどん無造が言ってることが、うん、じゃあ全体主義的なのかって言ったら、うん、それ全体主義的かどうかっていうのは、うん、まあ、国家の政策の方向性によって決定されることなので、うん、だから全体主義的っていうナチっぽいとか言うんだったらまだその方が多分妥当性が高くて、うんうん、全体主義的っていうとそれはだから全体主義になってないじゃんっていう、うん、だから言われちゃう、うん、多分言葉足らずだけど、うん、要するに政権や何かがそれを使うことに対しては俺はそれを言うけど、うん、別に草の根を否定してるわけじゃない、うんうんうん、ただし、うん、過剰になる人もいるでしょ。いるいる。それが、うん、それが結構な影響を持つとやばいっていうの。それはね、もうビンタするしかないですよ。うるさいんだよお前、うるさいんだよお前はつって。いや本当に私が聞きたかったのは、うん、はい、まあその諦めっていう言葉もそうやけど、私の中での何か、うん、もう一回ちょっと捉え方は私独自のもんやねんけど、うん、なんか捉え方をちょっと考えてみようと思って、うん、結構私なりにいろいろ勉強はしているのね、いろいろまだ言葉に多分なれへんけど、で、そういうのってありますかっていうことです。今回のコロナになって、あ、でも僕はなんか見方変わったな、うん、なんか捉え方変わったなっていうような、俺はだからもう余白と緩くできて、うん、みんなが大人になることを引き受けないとって、うん、要するに楽しむ、自分の人生楽しむのは、うん、もうそれこそ使命だと思うわけ、人の、うんうんうん、それをやらないと周りもきついし、うん、でもどっかで引き受ける部分は引き受けて、それをがっちり全部ルールでやっちゃうのって厳しい。昨日だからそのビビアン佐藤さんが言ったように、うん、LGBT の究極の目標は最終的にその言葉がなくなることだって言ったのがすごくわかると思ってて、で本当はできれば俺その言葉を使って運動して今の世の中のこの状態を変えようって人たちはそれでやってほしいし、やって全然いいと思うんだけど、それとは別にみんながちゃんと大人になることを引き受けるっていうのをやれば、その言葉がなくても実際にこんな今の状況って生まれなかったはずなのに、じゃあ生まれてんのはなぜかっていうのを個々が考えなきゃダメじゃんってということはすごいです。だから別な、そうやり方は一つじゃないはずって、だけど行き過ぎた人たちってこのやり方じゃないとダメだっていうのがやばいって俺は思ってるだけで、このやり方もありならこのやり方も試させてよって話で、うんうんうん、なるほどね。なんか悪いよ、しきさん。まあ、うん、はい、うん、まあ、僕は尊大なんで言ってしまいますけども、はい、荒井さんが思ってるよりね、うん、アホな人が多いんですよ。で、だからでもそれ言っちゃうと終わりだから、いや終わりじゃなくて、だから教育が大事だって話であって、うん、でね、それもだから教育をとかね、うん、その概念の変化とも含めながら、うん、一歩ずつ進んで、うん、で三歩戻ってみたいなことの繰り返しでやっていくしかないんだけども、うん、はっきり言って大抵すごいバカだから言ってもわかんないのは、
あのね、これは何千年何万年とみんなそう思ってやってきてて、うん、で俺だって人から見たら、うん、だろバカって思われてるわけでしょ、うん、でだからそれは、うん、その中でチクチクやっていくしかないんですよ。だから本当にだから、うん、あの人いいなって憧れられる人になることを目指してやってれば、うん、もしかしたらその人みたいに行きたいとか、うん、その人真似したいっていうことの方のが、うん、実はビビったるものだけど、あ、そうそう、それはありますよね。マシにはなるんじゃないのって。それはあるある、ありますね。ただし、それがマシだっていいなって思える価値観を培う土台の部分がどこかっていうと、まあ、教育ですよね。教育なんだけど、うん、教育もそうなんだけど、教育っていうと、うん、結構嫌がる人いるから、うん、どっかで、俺の場合はだから、うん、職業もあるけど物語だと思ってて、うん、物語って、うん、結構ベースの物語って人が感動するとかって、うん、実は美意識とか美とかって人それぞれじゃんって言うけど、うん、いや結構人間って、うん、土台になる感動する物語って決まってるよって、ある種まあ普遍性がある、そう、普遍性があるような、うん、で、うん、それが入ってれば、うん、憧れる人ってそんなに道に外れない人に憧れるはずだからっていうのをどっかで期待してる。それはね、まあちょっと楽観論楽観論かな。でもあのまあでも分かんないですね、まあそこはね、うん、だけど、うん、でもそれで救われる人もいるでしょ。救われるっていうか、そういう風になろうって言ってやる人も。なんでそんなにみんなを救いたがってんのかってことを逆に、うん、後ろめたいから自分が。その後ろめたさの原因はどこにあるんですか。あの、うん、要するに日々目にする耳にする、うん、こんなにきつい思いしてるって人に対して、うん、自分がそういう目に遭ってないってことがすごく後ろめたい。下手すれば自分はそういうきつい目に遭ってない人生って薄っぺらなんじゃないかっていう意識もあるわけ。いや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 、それは言葉はなんですけど、うん、これ言うとちょっと荒井さん失礼に当たるかもしれないけど、いや全然全然何言うても大丈夫です。ちょっと病的ですね。そう、病気だと思う、うん、病的だと思う。 それが荒井さんの良さでもあります、ね、その病気隠しのために今生きてるから。あ、だって自意識との戦いですよね。そう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 、いろいろね、うん、いっぺん自意識やっぱ便所に流してる。いや結構これでも流してる、ねうん、流してるな。そう、流してる。これが10年前はもっとすごいことになってたから、恒例のように出てきてたよ、ね、そうそうそう。結構あの自意識っていうか、まあだからそのそういうのどうでもいいや感っていうのはでもでもね、だからでもこの土台があると、うん、例えば政治的なこととか社会的なことを発言するときに、うん、俺は世の中のためを考えてるんじゃなくて、うん、俺の生理的な部分が反応してるから、うん、これがやりたいんだ言いたいんだっていう立場になれるから、うんうんうん、傲慢にならなくて済む。ああ、俺は断固傲慢になることです。本当に傲慢に、ね、なるのが恥ずかしい、うん、バカねとか言って、うん、俺だから。あ、でもサタニズムはエリーティズムなんで実は、うん、あ、そうだと思う。そうそう、あのね、あの愚かなやつは許さないっていう立場なんです我々はね。愚かさに対する同情は一切ないんですよね、うん、まあとは言いつつ、うん、まあ俺はあの多少あるんですけど、でしょ、だって面白いでしょ、愚かだって思う人。いやいや面白くないですよ本当に。俺俺、ね、イライラきますよ。俺結構シャッター閉めずにやっぱ影から見ちゃう。心広いのか狭いのか、広いじゃなくて面白いよ。あ、ね、荒井さんはね、それが全部ね漫画のネタになるっていうのもあるから、うん、ネタっていうかもう基本、うん、好奇心が止まんないから、うん、要するにどうなったら、うん、どういう人生を歩んだら、うん、この仕上がりになるんだろうっていうのが面白い、うんうん、歴史ね、やばいって思うんだけど、多分何にもそこにはないかもしれないけど、うん、見たいっていうのがあって、まあ、どうやって作られてきたんかっていう。そうそう、あなんかね、まあ、これもまたね、うん、言うとまた問題視されるかもしれないけど、うん、あのね、僕もそうやって興味を持とうと思った時期もないわけではないんですけど、うんうん、単にバカなだけじゃんみたいなことが多すぎてうん、うん、あのまあいっかっていう、うん、あの感じですよ本当に、うん、だってなんかとか言ってもね、なんかいろいろあったりしてとか、うん、え、あれはダメ、フェリーニの道の石ころ一個にも意味があるっていうのはあれはダメ。あ、それは俺は実存主義者なんで、うん、どっちかっていうと石ころ一個っていうと、うん、あのサルトルになってしまうんですけども、うん、サルトルのオートというね、うん、読んだ読んだ、石があってもうキモいゲーっていうあのね、そういう感じです。だから存在が存在しててキモいっていう、うん、あの方が、うん、俺的には素直に感じられる。わかる。だから、うん、そのキモいも面白いし、うん、愚かも面白いと思っちゃうんだよね、うん。え、まあ、吉木さんは何かそういうありました？何が？コロナになっ
感じになって太ったで血圧上がったんで、うん、あの今高圧剤飲んで長生きの敵じゃんで運動してそうそう長生きの敵だから今ちゃんと運動してで劇的に下がったんですよ200ぐらいあったのが130まで落ちた、うんうん、で、うんうん、もうちゃんと長生き向けて着々やってますよ着々と着々あのすごいよななんか長生きが結構目標っていうか結構な期待っていうか希望だっていうのってうち奥さんもいてさ、うん、だって長生きしてねって言うから、うん、もう任せてあげるって私分からへんねん、うん、その言葉も全然私は分からへんから、でもそういうなんかほら文章書いたりとかしてはるじゃないですかとかしてはりますよね、はい、でなんかやっぱりそのあれこの言葉の感覚ちょっと今違うなとかなんかそういうのはないですかあんまりどういうことその先ほど言ってた自分自身で自分自身 の, その主観的な、うんあ、 ありますよ。だから僕はあのね、あの昔最初に出した悪魔が俺を見たってその映画表の本がありますけど、はいはいはい、あれこの間文庫でちくまから、うん、出直したんですけど、ババーって書いてるのを全部おばさんに書き直したりしてるんで、いろいろ結構そういうとこは敏感にやってますよ。面白い。コロナ禍のせいで余計に俺後ろめたさがでっかくってまた言うけど、要するに俺の生活がほぼ変わんないっていうのが申し訳ないって。あれさんね、あのね、要はね、ああでも新井さんが それでね、うんうん、あの結構キリスト教にある程度ハマって、うん、漫画も描かれてっていうのも、うん、ね、あのねそれが全部超楽になるのが、うん、サタニズムですよ。まさになんかねだからあのね俺はね それは一切考えないから俺はイズムと名の付くものは、はい、組みしないって、はい、でも進化論だって、うん、エボリューションイズムでしょ、うん、だから俺は単純にミーハーで、うん、イエス面白い好きまあ、いたとしたらね。いたとしたらね。うん、いたとしたら。で、だけどね、うん、その話も大概昔の神話の借り物だから、うん、だから、継ぎはぎしてね、うん、あの前の神から取ってきてんじゃねえよとか思うしね。いや、そうなんだけど、イエスが俺言ってるのって、もう単純に、お前ら傲慢になるなよってことと、うん、これはもう一つはボネガットが言ってるのでいいけど、うん、愛は人間には無理だから、親切、うん、せめて親切でいろよっていうぐらいが、俺にとってのイエス像なの。だから多分イエスは奇跡なんか起こしてないけど、ね、寄り添っただけって。それはね、イエスじゃなくてね、うん、パウロですね。あ、だからパウロもそうなんだけど、うん、だから俺の中で最近イエス見たっていうのがビーチバムのムーンドッグ。あ、それはね、あとジョーカー。見方が全く逆で、俺は、うん、ビーチバムの彼の中には、うん、反イエスしか見ないですね。俺はね、うん、あん中でわざわざ若い男の子が出てきて、うん、車椅子に乗ったおじいさんをボコボコにしても、はいはいはい、俺はイエスがいるから許されるんだって福井派の子供ね、はいはいはい、いましたね。見せないか分からないけど、この意見の違いが超面白い。俺は結構それを見ちゃった。ちょっと面白いな。あのシークレットサンシャインを見返した時に、ジョーカーとシークレットサンシャインの中にソン・ガンホがやってるジョンちゃんっていうキャラがいるんだけど、俺はその2つの J がイエスも J で始まるけど、3J イエスだと思ってて、イエスだっておかしいけど。さあこれからイエスの悪口をいっぱい言いますよ。いや全然全然いや俺だから崇めてるんじゃなくて面白いってだけでいたとしたらね、だってこんだけとりあえず影響を与える物語の登場人物キャラになってるっていうのも、まあだからそれのせいで僕は人類の歴史がすごい多大な迷惑を被ったって考えなので、うん、そう思う、うん、だからスワローを見た時に俺イエスがもしなんでイエスは男だったのって映画に見えて、うん、ああなるほど、そう、あれが女だったら、うん、女の歴史って変わったでしょって。まあね、それは変わりますけどね、うん、だから、そう、まあキリスト教だから、そのカトリックはね、女神が足んなかったんで、うん、マリアっていうのを作ってね、まあ、で、他の神々も足りないから、聖人をいっぱい作って、うん、ごまかし、ごまかしやって、そうそうそう、ね。でも、それ言ったら、全部ごまかし、ごまかしでやってるでしょ、あの人類って。だけどやっぱりね、いや、悪影響はすごいあるよ。うちのね、うん、はい、これね、あ、すみません、はい、うちの奥さんは、うん、全然キリスト教あんま触れてなくて、うん、で、私も幼稚園仏教系だった、うん、で、それが大人だってとか、うん、なんかキリスト教のとこ行ったら、うん、その仏教だとね、やっぱりお釈迦様がね、うん、ふくよかでニコニコしながらね、うん、いてね、うん、これ拝むの分かるな、うん、
で、キリスト教のとこ行ったら、うん、いきなり死にかけ血まみれ廃人みたいのが魚影みたいな顔していたんで、ね、ちょっとバカじゃないのと思った、ね、でそれは俺は正しい反応だと思う。いやその背後にある、うん、その神学的な、うん、アンニャモニアはどうでもいいんですよ、うん、あのパッと見おかしいだろうと、うん、あの俺はやっぱり黄金の格子の方が美しいと思うし、うん、あのやっぱりね金ピカでビカビカしててでかいもんが、うん、あのでかっこよくて強そうで雷投げてきそうな方とか、うん、ハンマー持ってるとか、うん、いう方が神として尊敬に値すると思う。でも、うん、吉木さんあれは好きでしょ。イエスがエルサレム入場した時に嫌いですよ。自分の庭でお前ら何金儲け金稼ぎやってるって暴れ出すって。いやあそこも嫌いなんですよ。あそこなんだ。あそこも嫌いなんですよ。だって、うん、いやだからあれおかしくて、うん、だってあのなんか税金の話で、うん、シーザーのものはシーザーに返してって言って、うん、金が大事だみたいなことを言ってるやつがこっちでそれやってたって話は乗れないです、うん、残念ながら。だからなんかあれはユダヤ教 の、 あの神殿っていうのが当時ね、あの要はねあのみんなその巡礼してくるんですよ。で巡礼してくるけど物持ってなくて、で基本的にあのヤギかあるいは別の供え物でもいいんだけど、まあ基本がヤギなんですよ。それをあの晩祭といってその焼いて生贄して捧げるっていうことをやるっていうシステムが出来上がってて、でそのまあユダヤ教の神殿、まあ耳っちいんですけど近所のバビロニアとか比べると、うん、でそこがそういうシステムで できてて、うん、でそこに来た人もお金を両替して、うん、ヤギを買うためのそのだからそこでだからそのなんつうのお布施代わりのやつをやってるところで、うん、こんなのおかしいとか言って暴れたっていう話が、うん、だからさも良さげな話みたいに書いてあるんだけど、ちょっとあのだからユダヤ教嫌いなのわかるけど、うん、でもそのユダヤ教で予言された予言者だってことにキリスト教はしてるから、うん、あの言ってることの筋が飛んなすぎて、うん、全然乗れないですね。でもね、あの俺別にベストセラーを、うん、あの全然肯定する気はないけど、うん、でもそれがむちゃくちゃ売れたわけでしょ、影響を持って。でねって言いますけど、うん、そうじゃなくてね、うん、非常に暴力的なやり方で進行したんですね。あの暴力と嫌がらせで人々の心を掴んだと、うん、でもね、うん、例えば、うん、と何だろう、俺これこの話の流れなのと俺まるでキリスト教を擁護しているようで嫌なんだけど、ちょっと面白いですね、うん、それがね、いや擁護しているようで嫌なんだけど、要するに聖書で書かれてるイエスの言ったことやったこと、はい、でこれ生活人生を送る上で使えるじゃんっていう部分は、うん、使ってもいいじゃんいうのが一応俺の立場なの。全面的に肯定するんじゃなくて、うんうん、この考え方とこの人との寄り添い方はこれでいいんじゃないのって、これがあった方がだから、うん、それで俺書いた人の子って漫画って今イエスが生まれ変わったら、うん、あんな行動はしないよって、うんうん、あのもっとごっこで人生楽しめよっていうラインに来るだろうなって思って、うん、でもあの時はそうしたんだろうなって。まあその架空の人物、うん、まあ架空の人物についてあんまり話してもしょうがない、うん、これはまだ私見てないか分からへんけど、うん、最高最高、うんうん、でそのさっき二人が言ってたそのキリストさんに対しての全然違う見方で見てるやんか、うん、で今新井さんのはちょっと聞いたけど、うん、吉木さんはどういうふうに思ったの、うん、まあみんな分からへんから、うん、だってだけど、いやだからこの人は、うんうん、このビーチバムの主人公は、うん、一瞬一瞬でを楽しむことが人生を楽しむことってイコールになってて、うん、でそこにかけてるんですよ、うんうん、でだから、うん、その一瞬一瞬を、うん、あのこうナイスで気持ちいい感じにしたいから、うん、みんな肯定してるしね、うん、でなんていうのジャッジメンタルじゃないし、うん、で適当にやってるんだけど、そのだから日本に住んでる、うん、と絶対手に入らないもので埋め尽くされてる、うん、で本当にまあそこも素晴らしいと思うしね、うん、いやみんなさみんな超楽しく生きるべきだと思ってますよ。そう、そう思ってる、うん、そうでそういうのの邪魔足を引っ張るのがキリストですよ。いやなんだけど言わせていただければね。だから今蘇ったらこれ言ったらすげえ怒られるんだな、うん、ムーンドックになると思ってんの俺。あの2つ言っていいですか、うん、今蘇んないし分かってる分かってる、元からいないから、うん、だからね、うん、そのなんか中近東に昔いたヒゲの白人みたいな異常なイメージから脱却するのがまず大事で、うん、あのそね、うん、で
考古学的証拠はゼロですよ、うん、でそのエジプトとかね、うん、ペルシャもね、うん、めちゃくちゃ記録、ま、なのに、うん、全然出てこないんだから、うん、そんな重大だとか言ってる話が、うん、だから吉田は今フィクションに噛みついてるだけの話で、フィクションのキャラクターに、俺はフィクションのキャラクターだと思ってるの、うんうんうん、なるほど、なるほど、いやいや、だからそのね、そこがいわゆる、うん、それ以前の宗教と比べて太刀の悪いところで、うんうん、あのね、誰もね、だから例えばね、うん、クリスチャンの人っていうのはすごい、うん、俺が最悪に太刀悪いと思うのは、うん、聖書でね、うん、こういうこと書いてあるけどさ、うん、こんなことあるわけないじゃんって、うん、それはね、例え話だって、うん、じゃあキリストがいたっても例え話だって怒るわけ、うんうん、それはいたんだと、うん、だからその都合よくね、うん、そのリアリティと、うん、神話のそのアレゴリーを同一にしないでほしい、だからそのアレゴリーで、あ、で神話でしかないっていうんだったらそれでいいですよ、だからそれは学校でギリシャ神話とかと同じように、うん、古代の人が信じていたこういうバカな神話がありましたって教えればいいんですよ、うん、でこのバカな神話の中にそのすごくアレゴリカルな非常に真理が含まれてると、うん、いうこともあるでしょう、それはそれで構わないですよ、うん、ところがね、うん、いたとか言うから、言い張るからで、だからちょっと待てよお前それは言いたい人には言わせておけばいいだけで、俺だってほら吉木さんはそう、うん、そうは言いながら物語の主人公であるムーンドックはいいって思ってるわけよ、でこの人は俺の中の頭の中の異次元に実在するから、そうでしょ、うん、だから多分他の人の中では過ぎたら嫌だけど、多分フィクションのイエスが存在してて救われてる人がいるって、じゃあそんな人生はくそくないですね、それは多様性と別の話になっちゃう、いやいや別に今多様性の話は私してる、それはくそくないですね、パックになる、ックそれはそれはそれこそね、解釈の違いも含めてそうやと、うん、そうそう、でも俺なんかこの薄っぺらな人生で影響させられたのは、恋愛観は偽のストイックを書いてた梶原一騎の書いたキャラクターに俺はすごい影響を受けて、でそれ表現の力ってことですか、そうそう、うん、で里中真知子先生が書いた恋愛物に恋愛感も植え付けられて、だからしかし罪悪感をキリスト教でブーストされちゃってるじゃないですか、いやキリスト教だって、うん、あキリスト教じゃなくて聖書に出てくるイエスが好きになったのって本当ここ最近だもん、俺本当嫌いなんですよ、ああ俺好きなんですよ、いやてかね、うん、嫌いを好きっていう人がいるのも、うん、まあ、分かんないことではないんですけど、うん、ただあれは、うん、だからそのユダヤ教がガンジガラメで面倒くさい時に、うん、嫌だなと思ってる人に向けてってのアピールだから、それちゃんと俺と関係ないじゃんっていう、分かった、うん、吉井さんね、今俺に対して言ってることが俺が好きになった女をディスってるあ俺はあの女いい女だと思うんだよっていうのをあれはダメだって言ってる話になってる、まあまあ、そうかな、そんな、え、そうですか、本当キリストとセックスしますか、どっちどっち、あ、タイミングとなんかあれが合えばあるかもしれない、あ面白い、じゃあ俺はそれを売って大儲けしたい本当に、うん、動画で撮って吉木ルートと俺のルートがたまたま違うだけで、うん、ゴールで楽しくやろうぜっていうのは一緒だから、あ確かにね、うん、それはそうですよね、俺もできれば、そうだけどそのルートも俺はね、うん、できるだけこう楽して楽しい方にしたい、僕はそういうそのサタニストだから、うん、不必要な罪悪感は人を不幸にすると思ってるんですよ、うん、でだから、うん、なんか余裕みたいな感じにしといた方が絶対楽しいのに、うん、だからそうだからそのもっと楽しく したらいいじゃん、吉田さん、うん、そこがね、うん、ねじれてるところで、はい、不必要な罪悪感が、うん、俺にとって結構楽しみとエンタメになってるってところが、あそれはね、それだからそれ不健全ですね不健全、いや、でも楽しいんだよね、どっかで多分あでも絶対そうね、楽しいからそのサイクルになってるんだと思う、それが俺ね、このね、うん、トゲトゲの道とか、こんなアップダウンの激しいところとかを歩いたりあれするのが楽しいんだ、いやでもね、それは俺はそれこそさっきの最初の話に戻るけど、はい、なんかもう20代とかで、うん、もうね、うん、もういいかってなったから、うん、20代30代とかで、うん、で、うん、あまあそれに向かないっていうのもある、うん、あるんだと思うんですけど、うん、どっちかというと前だって毎日ハッピーの方がいいから、うん、でも向かないんですよ、うん、長生きすればするだけそれは続くよ、
え、そうかな、逆に長生きしたら今の方が楽ですけど、俺そう言いながら落ち込むこともあるわけじゃん、うん、ちょっと、よしきさんの話聞きましょう。でもその、だから落ち込むことあるけど、うん、あんまりそれを注視しないようにしてる、うんうんうん、注視することが、うん、特にね、ネガティブ方面は注視しても、うんうん、それ解決 しないから、うん、だからできる、だから解決できることは具体的に解決する、うん、ね、で不必要なネガティブを注視しない、うん、でそのネガティブをね注視した経験がね、うん、今の自分の形成をという人間を形成する中で、うん、すごくあっただろうなってことはもちろん分かってるけども、うん、しかし、うん、行き過ぎたと思ってるから、うん、ちょっとその分も取り返す意味でも、うん、毎日面白おかしくやる方がいいぜって思ってるよ、うん、でも例えば映画の物語でもそうだけど、うんうん、吉木さん自分のネガティブが、うん、うわここに来てるっていうのは、うん、ある瞬間ひっくり返って笑えない。いや笑えますよ。笑えるでしょ、うん、俺それが多分楽しいんだと思う。でも笑えないひどいのもいっぱいあるから、もちろんもちろん、うん、そうそう、うん、ね、笑えないことも多いから、うん、だからそれも角度変えて笑うようにしちゃうと、あ、これはこれで楽しいなって、うん、それができてるからまだ生きてるんですよ、うんうんうん、だからそれはまあ、うん、まあそうね、だからだけど、うん、そのだからっつって、うん、そのっていうのを、うん、毎日取り出して、うん、ちょっとこうやって見直したりするのはなしにしてる。でそれ やりすぎると、うん、それが向いてるってね、それが楽しいうひょひょなんて言ってる人ならいいか、俺はダメなんですよ。で、あれさすごい。俺多分ね、多分俺オナニー好きなんだと思う。それを動画で撮って。よしきさんは新井さんに何か聞きたいことというか、なんか質問なんか一個考えてみて言うて。いやだけど今の会話が実は僕は新井さんに聞きたかったことの答えで、いや僕は新井さんはね、知り合ってからすごいなこの人って思ったのは、やっぱりそのね、何でも興味持って食いついてくる感じなんですよ。で本当に興味持ってるし、ですごい面白いと思って、でそれで後で自分でも考えるし、でそれでこうなんだけどって、でこれはどうなんだろうっていうのすごい考えるでしょ。僕は人品人だから割とそこまで興味持てない時は、まあいっかそんなのみたいな感じになっちゃうんですけど、割とちゃんと何でもすごい興味持つし、これその人のそのさ、いいじゃんそんなのどうでもみたいなことをすごい一緒になってるっていうのを今、でも今聞いてたら、それがオナニーの一環なのじゃみたいなことになったから、ああそうかと思って、だから意外なところに人間はフェティッシュがあるなっていう。そうですね、分野違っても表現するって結構オナニー見せではあるわけでしょ。いやそれはそうですよ、間違いなく。まあそれはね、私久しぶりにこの ET 見たんですよ。もう最高じゃないですか。俺もね一昨日ねちょっと見返してたばっかりで、はい、私何年か前に見た時は、うん、そんなになんですよ、よくわからへんかったんけど、うん、まあ、その時の自分の環境とか。今度一緒に見ましょうよ、うん、全カット説明するから、うん、ET と少年エリオットか、うん、エリオットはすごい一心同体になってるじゃないですか、うんうん、でも二人の中での最後のシーンもそうやねんけど、うん、痛いって言うじゃないですか、アウチね、うん、痛い、うん、痛い、でもずっとここ男の子がここ触ってるし、うん、痛みを共有するってすごいなと思って、もうあそこでもう大泣き、うんうん、だからね、うん、ET っていうのはエリオットの略なんですよ、うん、あ、なるほどね、エリオットって、そうそう、 E と T でしょ、だいぶね、そうか、そうか、そうか、そういう風にできてる、うん、なんかね、見てよかった、ほんまに今この時期に、うんうん、まあ、これも見るけど、うん、見たいけど、うん、今の時期はだからさっきも言ったようにおすすめはビーチバムと今度やるから、うんうん、あとアメリカンユートピア、うんうん、アメリカンユートピア良かったですね、素晴らしかった、うん、まあちょっと ET は長文書いた方がいいなと思ってますけど、僕は ET は、まあ、すごい好き で、まあ、スピルバーグっていうちょっと異常な映画監督が好きだっていうのもあるんですけど、うんうんうん、ET は僕中1の時なんですけど、うん、そうですね、で、うん、羨ましいそれ、映画館で見たんだけど、うん、でその時の同級生とかがね、うん、もうね口を揃えてね、うん、見てなくても草してるんですよ、あんなもんは子供だましだと、あ、はいはいはい、でなんかお涙ちょうだいなんだろう、うん、で僕はもう映画館に行って、うん、心底感銘を受けてですね、うん、あ、これは本当にすごいやばい映画だなと思ってたんだけど、うん、まあ、前はそんな感じなわけ、うん、まあそういう人たち
と俺と今どっちが映画で食ってるかって話なんだけど、ね、俺それで言うと、ね、俺は中2の時に未知との遭遇だったの、ね、あ、なるほど。で、未知との遭遇にミサを立てすぎて、これ言ったらすっげえ怒られた。あ、いいんじゃない。下がってるけど、うん、スターウォーズ乗れなかったんで、うん、もう、うん、ミキスの遭遇が、いや、それは本当タイミング、タイミング、本当にすごいって思っちゃって、で、その後、何年も経ってから、うん、その当時、劇場公開で父親に連れて行かれて見た、続撃とつカージャックがむっちゃ好きで、はいはい、スピルバーグで俺の中でむちゃくちゃ体温を感じてキャラも立ってるっていうのが、いや、あれ一番普通に、あの一番普通にニューシネマだから、そうそうそう、ニューシネマだった。ちょっとヨシキさんの ET 聞いていいですか、うん、はい、はい、私この間3日前にもうほんま見て、うん、なんやろ、やっぱ最初あの大人の顔も全然出てけへんし、大人の顔はね全然出てこないし、ね、うん、なるほど、うんうんうん、であのお母さんがちょうど離婚じゃない、別居した後、離婚してます、離婚した、離婚したで旦那は女とメキシコが離婚しちゃった、うん、ET、ね、うん、高校の時だもん、うん、高校ぐらいね、だから 50? 俺57で今度8になる、6高校の 52? 52だと、うん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 、だから 5歳、うんうん、だけどまあそれぐらいの違いで、でスターウォーズとかも特にそういう、うん、あの世代差、うん、ちょっとした世代差で変わる映画だし、うん、で、うん、あの実は僕はスターウォーズは日本は公開1年遅れたから、うん、向こう77で、うん、日本78年でしょ、うん、 そ, ね、でその間に、うん、未知の層が公開されて、うん、だから俺はスターウォーズのつなぎで見に行ってん、うん、あ、なるほど、そうそう、だから超スターウォーズ楽しみしてるから、うん、で見に行って、で ET は ET、 あ、 ET は未知の層が、未知の層が好きだったんだけど、うん、あのしかしこの後もっとやばいのが来るぞっていう気持ちはあったから、うん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 、ET って見てて、うん、途中でほらなんかカビっぽくなって倒れてるシーンとかあるじゃないですか、うんうん、あんなんとか塩昆布みたいなやつ、そうそう、塩昆布、あそこ、あそこ、あの時ね、うん、ちゃんと食おうとして横にアライグマが来てるの気づいた、うん、気づいた、そうそう、あれがね、うん、ああいうのがね、うん、気の利いた演出で、うん、塩昆布になって ET が倒れてるって横にね、うんうん、アライグマがいるって絶対脚本に書いてないじゃない、うんうんうん、いや ET 本当すごいと思うのはやっぱりその、うん、最後 の自転車チェイスがあるからなんですよ、うんうんうん、で友達がね、そうそう、来てね、うん、でそのなんか交流の話かと思ったら、うん、ちゃんとアクションがあって、うん、でその ものすごい、うん、アクションシーンを、うん、チャリンコの子供が郊外でやってるっていう、うん、それまで映画で見たことがないなんかなんですよ、あれはね、うんうん、でその映画のクライマックスっていうのは、うん、そんなことじゃなかったんですよ、うん、でなんかもっと大げさなことをやるのが映画のクライマックスっていうか当たり前のことだったんだけど、あ、その当時ってこと、そう、そうですよね、で当時だからその一番その ET は、うん、一番の発明はまず一つはその、うん、アメリカの郊外っていう、うん、誰も舞台にしなかったところを、うん、舞台にして、うん、で郊外のどうでもいい離婚した家族っていう、うん、一番映画になんないところ を,、うん、をまあ、うん、映画にしたっていうのがあるんだけども、うん、そこの郊外の子供目線でしか全てが描かれてなくて、うん、で最後に国家権力に BMX に乗ってチャリンコでね、うん、でね、で走る子供たちが対抗するっていうこと自体が驚くべきことで、うん、でさっきまちこさんもおっしゃったみたいに、うん、あれはだからそのピーナッツの漫画と一緒で、うん、大人の顔を絶対映さないリズムで作ってるんですよ、うん、でまあそれだけじゃなくて、うん、ET の撮影とかすごいこといっぱいあるんですけども、うん、で そういうそのスケールの小さいしかもね話なのに、うん、すごく映画として人の心を動かすものがあるんですね、うんうん、だからそれがまあ強みだと思ってますけど、うん、まあでスピルバーグも、うん、だから音楽入れる前に、うん、これはもういけたと確信できたと言ってるんですけども、うん、それもわかる、うん、で音楽またいいしね、うん、まあ、スピルバーグなんて重要な映画であることは間違いないとして、うん、ただそのね大きい映画、うん、でジョーズはまあまあジョーズもあんま大きいですけど、うん、ミストの遭遇とか言って、うん、1941でさらに大きいのやってる、うん、っていう風に行く中でそのスピルバーグが一回戻ったわけね、うん、で戻る時に自分のオリジンに帰って、うん、で自分の子供時代のこととか、うん、その崩壊した家族っていうのは、まあ、スピルバーグの常にテーマですけども、うん、でそれの中で何かできることないかっていうことを考えた時に、うん、最初 ET はその、うん、ナイトスカイズって、うん、もっとそのグレムリン的な悪い宇宙人が来る話だったよね、うんうんうん、でそれをその途中で考え方180度変える、うん、でそのナイトスカイズの時はジョン・セールズが一回その
第1項書いてて、それがあまりにもバイオレントで、うん、それを読んだ時にスピルバーグがジョン・セールズの脚本を読んで、スピルバーグがうわこれは俺はできないなって思った瞬間に、うん、逆に俺にできるのは何かっていうのが形が見えたっていう、うんうん、E.T. はそのあまりにも巨大になっちゃったから、あのみんなその E.T. っていうととかスピルバーグとかいうことにこうなんか印象を持ってるけど、うん、本当に E.T. ちゃんと見てみっていう、うんうんうん、こともあるし、うん、でそのね一回ねオリジンに戻ってっていうことを映画監督でその前に対策やってる人がやるときは結構やばいっていうのが俺が知ってる例も2つあって、他に1つはヒッチコックです。でヒッチコックはなその前にとにかく大スターが出た、うん、なんだろうテクニカラーの、うん、まあ報告性とかね、うん、裏窓とか、うん、超大作を撮ってって言った時に一、うん、回自分が本当に怖いと思う映画を予算かけない で、うん、で知ってる人があんま出ないスターじゃない、うん、スター映画じゃなくてやろうと思ったのが最高ですよ、うん、あなるほど。 でそれが死ぬほど当たったわけでしょ、うん、でそれと同じようなことがあったのはデビッド・リンチで、うん、リンチはその要はあのエレファントマンやって砂の惑星やってで、で、その惑星こけたでしょ、うん、で、で、こけたし、で、しかもそのファイナルカット権もなくて、うん、で、どうしようというか、だから砂の惑星はディノ・デ・ラウレンティスっていう、あのイタリアの有名な、イタリア出身の有名な、まあ、超大物映画プロデューサーが、あれですよ、あのフラッシュ・ゴードンとか、うん、キングコングとかね、うん、やってる、まあ、プロデューサーですけど、がその肝入りで砂の惑星やらしたんだけど、うん、あの時にリンチ君にさ、うん、ファイナルカット権を上げられなかったと、うん、それなんでかっていうと上映時間5時間超えになっちゃって、うん、で要は映画館でやって収益を上げられないんですよ、うん、そこでそのファイナルカット権を取り上げてで撮らせたやったんだけど、そうしたらまああんまり良くなかった、うん、で彼のその別のデグって DEG っていうそっちはあの娘のラファエラっていうラファエル・デ・ラーレンティスがやらした会社で、そこも映画制作会社、うん、それを使って作らせたのがブルーベルベットで、その時にデビッド・リンチがあの自分のオリジンに戻ろうと思って、自分が育った街の感じとその時に自分が感じた違和感をもとにパーソナルな小さい映画を自分に納得できるように作るっていうことをやったらそれができたんで、だから E.T. とブルーベルベットっていうのはそういう意味で同じタイプの映画なんですね。ブルーベルベット大ハマりだったな。ブルーベルベットもすごい良かったけど、うん、中1の時にその E.T. 見て、中1の時の YOSHIKI さんのなんか印象ってどんな感じだった？もう圧倒されてましたね。 あまりにも映画がうまいんで、うん、で今でもまだ圧倒されてるから、うん、あれは映画力が高すぎて、うん、ちょっと異常な映画だと思いますね、うん、やっぱりスピルバーグがおかしい、本当に演出が神的で、うん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 、例えばベタなジョーズとかも本当に教科書みたいで、演出のジョーズすごいですよ。でしばらくしてから E.T. いや E.T. じゃねえや、俺スピルバーグしばらく離れた時があったんだけど、うん、ミュンヘンちょっと見たいって思って見た時に感動しちゃう。すごいわこの演出力っていうのに感動しちゃって、いやいやすごいですよ。そう、俺だから今の E.T. の自転車のその話聞いてて思い出したのが2000年代でキックアス、うん、見た時に自分でも分からず号泣しちゃったのが劇場で、空飛んで主人公が出てきた時に、はいはい、うわってさっき その空を飛ぶっていう話で言うと、うん、俺が多分どっかに空を飛ぶってことに対する浮くってことに対する憧れがあるのかもしれないけど、その空を飛ぶことですごいっていうのは E.T. はまさにそうなんですけど、 E.T. で飛ぶとこは全部あれダンボですね、ダンボで、うん、そのこう道家の格好をさせられて突き落とされて、でも耳の力で飛べるっていうところをやってるんじゃない。そう、ダンボは泣ける。でスピルバーグはそれと別にその未知との遭遇の時は最後の、うん、あの未知との遭遇の E.T. の時だ、うん、最後のあのあれで、うん、途中で会話で出てくるんだけど、うん、そのお母さんがピーターパンの話をガーティーって娘にしてるシーンが あるでしょ、うん、で最後のあのなんだっけあのクレジットが上がっていく途中の音楽の途中でちょっとだけ、うん、あの星に願いが流れるんですよね。だからそれもだけどそれを信じていれば空を飛べるっていうのは、うん、それはそのダンボとだからそのなんていうのピーターパンと同じことを言ってるの、うん、
だからそれが E.T. に集約されて残ってるんだよね。だから E.T. はいっぱい褒めますよ。あんまりこうしない方がいいのか。いや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 。そういうのってほんま YOSHIKI さんからしか聞かれへんから。なんかもうね。いやでもね、E.T. すごいあのいいんですよ。今ちょっとね、ちょっとね、新井さんがお見せしたい、ねうん。この前の、うん、これ見てほしい。いてね、サントロがね、報告してる西野を取れそっくりとかいろいろあるんですけどね。で、まあ、これちょっと昨日、おととい、まあ、メルマガに撮りましたけど、この後お兄ちゃんがいるところをちょっと歩いてる黒人の係官に認められるところは最古です。最古だし、だからその、これね。最古だし、これを真似したのは、うん、あのパルフィクションですね。あうん、らしいですね。で、この後ね、この仲間に、ね、あの丘の上公園まで来いって、でバイク1個持ってこいって言って、レッツドゥーって言うね、レッツドゥーってやばいですけど、ここで、この後ね、ここ見てほしいんですけど、このメガネかけて、ハンチングかぶでしょ、で、この帽子かぶって、サングラスで、で、ヘッドホン。で、それでこの、ここで、目指しをかぶったでしょ。で、これはだからそのバトルギアでしょ、うん、だからこれから戦いに向けて、うん、その、なんその鎧を着てるみたいなシーンじゃないですか、うん、しかし、うん、今のが何を本当はやってるかっていうと、うん、その後のシーンでスタントダブルでやるのを分からないようにしてるんですね、うん、あ、なるほどなるほど、衣装替えで、はー、だからそれをかっこいいシーンにしちゃってるから分かんないですよ、うん、先生、そうそう、私そのまさにそこのシーンで、うん、だってそこまで、うん、それまであの友達って全然 E.T. に触れてなかったじゃない、うん、せやのにそうそう、あの逃げる時にあのお兄ちゃんの本気の、うん、顔を見てね、顔を見て、うん、ちょっとやんぞって言ったら、うん、とりあえずそこまで行ってくれっていう、うん、計算じゃない何か感情がボンって出たやつがちゃんと伝わって、うんうん、で結なんていうのもうその瞬間にうおーって思って、うおーでしょあれレッツドゥエーってちょっとあのあれね、問答無用で助けてくれる友達の良さなんですよね。この後でね、あのその警察の車がいっぱい来て、うん、で、ね、BMX で逃げてチェイスやるでしょ、うん、あれだからキーストンコップスなんですよ、うん、その1920年代、30年代のもともとフランス映画から始まった、うん、そのあの無能なおまわりがいっぱい車に乗って追っかけてくるサイレント映画、うん、10年の20年ですね、うん、であるでしょ、うん、あれをやってるんでね、うん、それっぽくね、だからスピルバーグ の映画の引き出しが多すぎて、うん、だから大変ですよ、感情的には全部元からもう今だって泣きそうだもん、うん、あでもちょっと分かったぞ、うん、あのね、うん、いいですか、うん、あのね、うん、どの話？エンパスって分かります？いや、何？エンパスは、うん、エンパシーっていう、エンパティーって言葉から来てるんですけど、分からへん、要はね、必要以上に人に感情移入してしまう人のことをエンパスって言うんですね、うん、だからその、感情移入するっていうよりも、もうそれ分かっちゃう、うん、分かっちゃって辛いみたいな、うん、で、例えばね、僕は割とエンパスなんですけど、うん、あれさんも大概そうだなと思ったの、うん、だ例えばね、そのね、うん、僕ないことでもそうなっちゃうことがあって、うん、子供の時に、うん、家に帰ってきて、うん、で、まあ、親がなんか出てて、うん、で母親が、うん、なんかご飯です食べてくださいみたいな、うん、書いて、うん、置いてある弁当があった時にもう号泣しちゃうわけ、うん、で、なんでかっていうと、うん、そのいない子供のことを考えてご飯を作って帰ってた時に、うん、子供がいないっていう気持ちを勝手に想像して、うん、そう思ってて、で、それはおふくろに後で聞いたら、うん、全然そんなこと思ってないなるほど、ね、だけど全然ないんだよ、うん、そのないんだけど、それを想像したらもう悲しいわけ、すごいね、で、多分ね、だからその新井さんも結構それで、うんうん、さっきから言ってる話の後ろめたい感じっていうのは、なんかそういう感じ、エンパス感なんじゃないかなと思う、エンパス感っていうんだ、エンパスって言いますね、テレパスのみたいなね、あ、まあ勝手に妄想してるだけやねんけどね、うん、でも私も少しそういうのある自分の中で、そうそう、なんかね、勝手に考えてね、悲しくなっちゃう時とかあって、まあ別に今こそっていうわけじゃないねんけど、私、うん、いつも思ってることがあって、うん、それっていうのは歌、うん、詩もそうやねんけど、
すごいもうちょっとみんなにその歌が身近なものであってもいいんちゃうかなってすごい思うの。あ、それはね、うん、歌じゃなくてね、うん、俺踊りだと思って。そう、俺も音とかリズムだと思って。そう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 。あ、それもそうなんかもね。俺高校の時に、うん、高3の時にカナダに1年留学して、うん、で帰ってきた、うん、でその時はそれはもう本当人生変えるような経験だった、うん、カナダのケベックでね、うん、常に過ごしたんだけど、その時にすごい思ったのが、だから、うん、俺日本でもその時すでにやっぱディスコとかも行ってるし、うん、あのもっとね普通になんかその結婚式でも、うん、すぐダンスパーティーになるとか、うん、学校でもなんかあったらすぐダンスパーティーになるとかみたいな、うん、ダンスカルチャーが、うん、異常に、っていうかそれってだけど、うん、その韓国でも中国でも、うん、アフリカでもインドでもアメリカでも、だから世界中どこでもあるんですよ。沖縄もね。沖縄もで、日本はだからその盆踊りぐらいで、うんらいね、で全然足んないじゃんっていう。うん。うん、そう思う。でね、うちはだからうちはうちの奥さんと俺は日々割と超踊っちゃうし、やっぱ踊って動かしてリズムに乗ってとか、そういうことがどれだけ大事かってことはすごい。よく考えますね。すごいわかるのは、うん、俺別に長生きは目指してないけど、うん、でも俺だって違う、俺だってそんなに、いや、でも目指そうよ、目指そうよ。あのね、うん、だけど体を動かすのは好きなわけ。俺半分体育会系入ってるから、うん、で、うん、たまにやっぱ晴れた日に暖かくなると、うん、隅田川沿いを歩いたり走ったりするのが好きで、うんうん、で、うん、一番歩き走りで心地いいのが、うんうん、ほっとくと言葉がどんどん入ってきて頭で何か考えちゃうわけ、うん、で、うん、それって今日失敗したって思うわけ、うん、一番いいのが、うん、聞いたことのないリズムを自分で作るとか、そうそう、だからメロディーを勝手に作って走りながらそれに合わせて、うん、体を動いてるっていうのが心地よくって、それもだからすごい大事だと思うし、その私が思うのは、その私死っていうのって、うん、ものすごいなんていうのかな、小学校の時に教わったりはすんねんけど、うん、あれ学校の先生が詩を書いたことのない先生に、ただ詩と詩のルールとかいろいろ教わるから、うん、なんかみんな詩は難しいもんやと思って、うん、言っちゃってるんだけど、ちょっと聞いて、うん、ほんで、よくわかってんなで、その歌って、うん、そのまあ私は別に詩人でも何でもないし、あれやけど、うん、まあ私はもう誰にも見せへん、それあんねん書いてるものがね、うんうん、でもそのまあ私の実体験でしか言われへんねんけど、うん、死っていうものって、うん、すごい普遍性がそこにあって、うん、でなんていうのかな、あれって自分の言葉やけど自分の言葉じゃないから、いやいや、でその、うん、ちょっといいですか、あ、まあ、俺が我慢できなくて、いや俺も言うことはある、でみんな言うことあると思う、多分、うん、お母ちゃんはお母ちゃんで言いたいこと絶対あると思う、うん、なんでもうちょっと身近なものにしたらいいかっていうのは、うん、まあその自然っていうのも一概に言われへんけど、うん、自然っていうのもいろんな視点で見やなあかんから、うん、日常の自然とか、うん、惑星から見る、うん、地動説から見る自然とか、うん、いろいろあんねんけれども、うん、まあ、ちょっとごめん、ちょっと取っちゃいますけど、全部詩なんですよ、表現の根底っていうのは。そうそう、うん、でだから、うん、散文を書いてる時に、うん、そのまあ詩的であるかどうかっていうことは、うんうん、で詩的であるかどうかっていうのはその、まあ、言語化できないことなんですけど、うん、当たり前だけどね、うん、だけど表現っていうのは全部だからそういう意味で根底が詩なん、うん、でだから一番重要なのは詩なん、うん、でそれは漫画でも、うん、映画でも、うん、絵画でも、うん、全部その音楽でも、うん、それが詩的であるかどうかってことでしか判断できない、うんうん、そういうことだと思いますね、うん、俺はだからそこで詩って言った時に全力で、楽しめればいいと思うんだけど、理屈になった途端に表現じゃなくなっちゃう、つまんなくなる。でそれを俺リズム、要するに言葉もできれば意味とかによらずにリズムで出た時が漫画描いてても一番心地いいわけ。表現っていうのはね、詩なんだよ、うん、本当に全て、うん、で俺もだからそのだから自分でその映画作るにせよ、うん、あとそうじゃなくて普通に原稿書いてる時だって、うん、その詩対散文の戦いみたいなことでやってるんですよ、こっちだってね、うんうん、でだからそういうふうにやるんだけど、あの人本当にそこが機微が一
本間の絵画見たり本間の音楽聴いたり、そこにすごいなんかね懐かしさがあるんですね、ちゃんといつも私の中でね。でそれってあの変な話、その空見た時とかもそうやし、なんかすごいつながってるんですけど、それってすごい当たり前だぞ。それこそその普遍性っていうか、もう昔々から多分人間ってそこも変わってないと思うね。で私はなんでそれをもうちょっとの時間にしたいた方がいいかっていうのは、その原さんの言うてるような気がするところも分かるんですよ。でもその言葉を一回自分の中でそれを一回放り投げた言葉じゃないですか、歌っていうのは。でその言うてはったみたいにその筒があって、そのなんかもう流れてくるっていうか、まあ、それこそジョーゼフ・キャンベルさんが出てる隠喩っていうのは一つのキーワードではあるとは思うねんけど、4歳までの子供ってすごいそういう詩人なんですよ。でそれってね、私ちょっと子供を育てててもそうやし、よその子供を見ててもそうなんですけど、ほんと詩人で誰何にも教えてないのに、空を見て桜の花びらが泳いでるよとか、あとその窓に打ち付けた、雨の雫をすごい擬人化したりとか、もうそういうことをその直接実感して、あ私はそういうのなかったな、じゃあ同じように一回ちょっと私も詩を書いてみようかなみたいなので、ちょっとやりだして、で、まあ、誰にも 見せないですよ、恥ずかしいから、せやけどそこにはやっぱ私の中ですごいなんかね、自分が思ってなかった自分の心を客観視できたっていう部分もすごいあるから、それさっき言ったみたいに私のここにちっちゃい子供がずっと住んでるから、弱い子も含めてね、虐待されてる子もそうやし、いろんな人、もうそうやねんけど、そういう子らにその歌の世界をもうちょっと身近に感じてもらえたら、なんかねそれこそ心が飛べるんちゃうかなっていう、それも分かるんだけど、下手すると言葉って、自分の心のまんまが当てはまった言葉じゃなくて、実は誰かの借り物みたいな言葉を理屈とか意味としてつけちゃうと、その途端に子供たちの脳みその回路の、それアメリカン・ユートピアってその冒頭のとこ見てほしいんだけど、つながってたものを下手すると遮断しちゃう、意味がつくこと で、ね、で映画とか表現で圧倒的だっていうのは、こっちの意味とか言葉の理解が来る前に、あれ今俺どうなってんのこれっていう瞬間がすごい。俺はマチコさんがやってる詩にするっていうのはすごくありなの。一つのありですよ。ただしダンスと一緒。ただし借り物じゃなくて。だからそれを例えばこう表現者だったり、その詩は詩のその素晴らしさを知ってる人がなんかそういうことを教えるじゃないけど、あ、それで一回調べたらその面白い先生がいて、なんか本も出してはるけど、今もうね、名前出てけへんから後で書いとくけど、でもさ、いや今さっきその、まあ、その今踊りの話に戻すけど、俺が自分がだから中高ぐらいの時に初めてライブハウス行き始めた頃のことを考えて、でその後その留学してのと考えると、なんかさ、踊ってても人からどう見えるかなとか思ってるだったら、それはもう踊ってないんだよ。そうでやってる意味がないんだよ。そうです。だからファックブルなんだよね。だからそう、俺が超楽しいじゃん、イエーイっていうことで良くて、それで終わりだから、だからそれ以上のことはないんだけど、日本っていう国が常になんか他人が見てんぞみたいなことばっか言うから、うんざりだっていう話なんです。まあ特にね、だから SNS のそういう世界っていうのは、すごい真逆言ってるから、まあそれは心配ではあるんですけど。でみんながみんなでさ、見張り合ってさ、ほんとバカみたい。そう、俺ドン百姓はよ。はい、どうぞどうぞ。喋らせてくれる私に。はい、はい、どうぞマスター。すごい、その、だからすごい、それこそ教育もあると思うんですよ。だからそのある先生はその子供たちに、じゃあまず詩をどういうふうに教えるかっていう、それは詩人の先生なんですけど、はやっぱり一番最初に優れた詩じゃないけど、その後に残ってる過去の詩をいっぱいこう毎日読ませる、でそれに馴染ませる。ああ、それはそういうことですよ。ほんでその後、その一文字でもいいから、例えば象の目で描いた詩があります、この木の横に寝てたら、絶対死人じゃない
あのいや全然詩だと思う、ね、あのすごい楽しいっていう詩があったとします。でその像を何でもいいからその一文字だけ一つの単語だけを、自分の言葉に置き換えてっていう授業があるんですよ、うん、でそれを借り物でもいいから俺だったら絶対小僧にしちゃうね、うんうんうん、あのその方が可愛いから、うん、借り物でもいいからいいな可愛いが言えて言えばいいじゃん今ちょっと私可愛いと思ったら分かってくれた。そうそうそう小僧だったら超可愛いでしょ。だってくっそって言ってから可愛いっていうなんだろうなそれはさそうやって一文字でもいいからそう置き換えさせてでそしたらもうその子の詩になるんですよ。で、うん、一番大事なのはその詩を読んだ時に、うん、じゃああなたはこの詩のどこが好きって聞くんですけど、うん、それに対して何の意見も言わないってこと、うん、それはその人の自由な、うん、その子たちの、うん、でそういうなんかちゃんとそのある種詩人の人でも、うん、表現者でもいいんですけど、うん、その詩のそういうものを分かってる人が、うん、なんかやっぱそういう子どもたちに、うん、あの伝授していくっていうことも、うん、一つ私はすごい重要だと思う。いや超大事、重要だしごめんね。ってね、待ってくれます。うん、あやいさん、いつも詩っていうのはこうでこうでっていう、いろんな概念があるっていうのもそうやねんけど、そのあやいさんの心配するところもわかります。うんうん、でも、そういうことを言っちゃうと、ほんまに、そういうその詩の素晴らしさじゃないけど、うん、その、でね、私は思うのは自分で書くっていうことが大事なんですよ。うんうん、そこで体験できるから。うん、それが世間に認められどうのこうじゃなくて、うん、それがね最初は借りてきた言葉でもいいし、うん、あれなんですけど、そういうこともね権威主義者に言ってやってほしいですよ。俺だからまちこさんが言ってることも全然ありなんだけど、うん、俺で言うとさっきの音楽との話で言うと、うん、すごい ちょっといい一瞬何俺さ、うん、あの人と話してる時に、うん、ずっと俺が俺がって言い過ぎだって40年ぐらい思ってきたんだけど、うん、ここに2人それを超える人がいていやいや超えてはない、いやいや2人超える人がいるなと今ずっと触発されて言いたかったのが、いや同じだよ違うそうなんだけど、うんうん、うんと俺のやり方が正しいなんて思わないけど、うんうん、俺中学1年に上がった時に、うんうんうん、隣のクラスの男の子が、うんうん、ジョンがポールがって言って、うん、兄貴がいるから、うん、ビートルズも先に入ってるわけ、でその言いっぷりに腹が立って、わかる、ビートルズなんか生涯聴かねえって思ったわけ。で最初にそれで俺ハマったのがアースウィンドファイヤーとかその黒人系のはあったんだけど、うんうん、トーキングヘッズむちゃくちゃハマったのが最初で、でそれがやってたんだけど、で音楽も好きで聴いてたんだけど、俺音楽に歌詞はいらないと思ったの。詩なんて小賢しいって、うん、そんなに説明したければ、うん、文章を書いて小説も書けよって思ってたの、うん、でも、うん、俺が言葉の世界に入ったのって二十歳過ぎなのよ、うんうん、それまで歌詞なんかどうでもいいって思ったのに、うんうん、エレカシを知った時に笑っちゃって、歌詞面白いってなってから、うんうんうん、そっからまた遡って、うん、歌詞読むようになって、うん、でね、うん、俺は、そう、詩以上に音楽とかリズムってすごいでかい。だからそれも大事です。いや、それはね、うん、あとね、その、またちょっと自慢になっちゃいますが、うん、僕は割とフランス語も英語もできたので、その歌とかは、うん、割と高校生ぐらいの時から、うん、その今、エレカシ聴いて、うん、ガーンぐらいの感じで、うん、やっぱスクルミン・ジェイ・ホーキンスか、聞いて、うおーみたいな感じはあって、だからそのね、言葉の壁っていうのは少しあるんですよね。で、だから、いや、っていうか、だから例えばね、俺わかんないけど、なんかその、まあ、いろんな人が、ボブ・ディランが好きとか言ってるけど、お前、訳詞しか読んでねえじゃんって思うわけ、それはね。で、ばっかじゃないのみたいな。全然それは、だからその、だから俺は知らない言葉については何も言えないですよ、うんうん、で、だから俺は、まあ、英語とフランス語がまあまあで、うん、で、ドイツ語も多少は分かるぐらいだけど、だけど、だからそうじゃない言葉の歌に関してはよく分かんない、うんうん、っていうことあるけども、だけどその、そうそう、だから言葉が分かってたら、うん、全部エリカショックですよ、うん、うん、そう、ただ、俺、要するに、なんだ、面白いんじゃんっていうのを教えてもらったのがそれだったの。それまで俺は
音とリズムがあればそれでいいって、俺の体が動けばいいって。あの野音のエレカシって言ってます？言ってる言ってる。俺エレカシは何度も、うん、会社クビになってるあたりライブハウス行ったから、うん、むっちゃ好きで、うん、おもろいって。いや俺も大好きで、だからその、うん、生活の頃の野音、そう生活前の、そうですね、そうあの頃、はい、そうむっちゃ好きだった。いやていうかあの俺はその時はしかもちょっと、うん、本当にグダグダでアルチで落ち込んでるから、うん、トゥーファインライフとかやばくてわかるね、わかる、トゥーファインライフって拳聞かせて歌うんだよね。この先何が起こるやらで悪いようにはならない、そうじゃん。俺はもう浮世の夢で、あ、最高ですよ、最高ですよ、最高ですよ、すごいって思って、うん、もう上野の山とか大好きで、はい、うん、天気は上々、天気は上々、あとね、GT、GT、うん、あ、いいですね。何歳ぐらいの時に聞いてたの？それだから聞き始めは、え、俺は二十歳過ぎだね、うん、俺も、うん、そうそう、うん、なんか付き合ってた女の子の一人が、うん、まあファーストがすごい好きで、うん、勧められて、で聞いて、で、あ、確かにこれは明らかに俺知らないなんかなと思って、うん、やばいと思って聞いて、でだからでも一番俺の中で盛り上がってたのは生活の頃だから、うん、ね、うん、その時にそんだけハマった人たちが俺の漫画の原作のドラマと映画に歌を作ってくれて、それがすげえって曲で、こんなもんすごいわと思って、それはもうね、やっぱね、メガクリエイター、うん、素晴らしい、もう素晴らしい、そうだからまあ何やろ、だからそのリズムもそうやし、うん、歌もそうやし、そう、それでもね、うん、ダンスはね決定的に足りないと思ってる、うん、本当毎日みんなね、うん、ガンガン踊った方がいいよ、そう、あのうちも一緒一緒、そう、うちもねだって朝から、うん、やっぱ I will survive とかかけるから、うん、とか言って、うん、ガンガン踊ってるもん、うん、そうしないと人として生きていけない、そう、あのちゃんとよく寝て、うん、あの騒いで日を浴びてっていうのが、うん、結構ね万病に効く超大事ですよね。でも踊るって、うん、でも確かに踊らない、まだ入りやすいよ ね、 でね、踊ろうかちゃん、自分が踊ってるのが人からどう見えるとか本当マジどうでもいいことで、サックなんでしょ、超こうね、自分が楽しければ何だっていいんだよ、そんなの、うん、当たり前だよ、うんうん、だからそういう気持ちをね、うん、もうちょっとこう、うん、盛り上げるような教育をするべきなんだよ、うんうん、そうですよ、本当に、うん、まあ、でもそれが それは言いたいって言いながら俺はライブに行くと、うん、肩から上に手上げられないの、恥ずかしくて。俺ライブはね、ダイブする派だったから、やっぱり死ねみたいな。あのこれじゃあ、ヨシキさんの、これからの活動も聞きたい。新井さんだってね、うん、人の子がもうちょっとしたらね、うん、単行本になるじゃないですか。うん、そのキリストの話が。そうです、うん、生まれ変わりね。ヨシキさんは、あれですよね。俺は激怒がね。激怒ね。あの、この間ヘンテコ映画レビューもすごい面白かったし、これめっちゃ面白かった。ありがとうございます。2021年の秋ぐらいになる上演されます。そうですね、はい、あの怒ってる、まあ、ていうかネタバレもクソもなくて、うん、最終的にこの人が怒って、うん、超殺すんでしょってみんな思ってるでしょ、うん、で、そういう映画ですよ、それは殺すんでしょ、うん、そうそう、殺しますよ、それはお前らを殺すって、うん、全員殺すからな、うん、まあ、うん、安心して、そうだね、あの、そこで意外なツイストないから、うちの映画で物語で殺すのを不謹慎だとかっていう人何なんだろうね、別に物語じゃんって思うんだけど、いや、そんなこと言う人いるんですか、いるいる、ありえないとか、暴力嫌だって、いやいや物語の中だからって、え、でもそうか、そんな人いるんだ、あ、ちょっとびっくりしちゃった、いや、ちょっと普通にびっくりしちゃって、つまり俺ちょっと考えたことない文脈だから、うん、え、本当に、え、だって人が死、だからほら映画なんて人が死ぬから見に行くんでしょ、だって三平金馬だってだから藁の犬作ったわけでしょ、そうそう、あ、そうそう、あれはね、そうそうそう、暴力反対はね、うん、そうそうそう、暴力反対は死ねっていう映画ですからね、そうそうそう、僕はだからその昔作った冷たい熱帯魚という、うん、だからこれは、うん、藁の犬のポスターの、あ、そうだよね、そうそうそう、そうだよね、このメガネ割れてる、このポスター、俺、うん、わらの犬ほんと好き でそこにちょっと共通点もあるから、うん、で、いや、そうそう、だからそこに、あの村田が映ってるんですね、はい、2人ね、そうそうそう、全然関係ないけど、吉木さん、あれ見たことある、ドッグマン、あ、はいはい、それ知らない、なんだ、あ、ドッグマン知らない、ドッグマン見てほしいんだけど、聞いたことあるけどな、
ちゃん見てる？はい、ドラえもんのいないジャイアントのび太。そう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 、ドラえもんのいないジャイアントのび太で、あの暴力否定する人があの映画見た時に、うん、なんて感想を漏らすんだろうっていうのが知りたくて、うん、もう暴力使う以外にこれ解決ないよっていうどうしようもない主人公の弱い、それがジャイアンみたいな男が出てきての絡みの話なんだけど、ちょっと見終わった瞬間に今のこの感情どこに持っていっていいか分かんないっていう、まあ、感情どこに持っていくか分かんなくなった時はが一番ですよ。え？じゃが一番ですよ、うん、なるほど。そうそう、感情がどこに持っていっていい、感情ちょっと陰踏んでるんだ陰踏んでたんだどこに持っていっていいか分からへん時は、うん、死をかぶっていうのもいいですよ。死ね。めっちゃあのね、ごめん、俺自意識がでかすぎて、うん、異常すぎて、うん、死かく自分が恥ずかしくて後ろめたくなるの。あのね、そういうものじゃないんですけど、そもそもでも、なんやろな、じゃあほんまに常に子供とかに関して言えば、うん、そういう世界を知らへんように知ってほしい。そうそう、知った方がいいので、書いてほしい。そうそうそう、あだからそれは本人が書きたいって思うまでは強いらない方がいい、うん、あのただこの日本の世界ではほんまにそういうあの本人あのそういう環境ではないんで、うん、なんかね、あのああだから、うん、まあ見てくれると思うけど、うん、ビーチバム、うんうんうん、ビーチバムの詩は最高、うんうん、でもね、本当に最高。お母ちゃん何か言いたいことあって言うてよ。私が前その話したら今日なんか固くない喋ろうとしないよね。そう、この間私その詩の話したらすごいなんかめっちゃ反応されたもんな。言うて、言うて。その取られ方はきつい。否定して、否定して。ちゃんと僕が悪くなるだけなんだ。吉田、ビーチバムの詩最高だよね。ねえ、どんなに？ビーチバムの、ほら。今日これがお前の中に2回入ったんだねって。うん、ああそれね、チンチンがね。そうそうそう。あの詩ね、うん、あれは最高ですよ。最高だった。全然問題ない。うん、だけど、まあだけど、いやちょっと分かったんだけど。はいはい。トイレ行くと分かるよね、なんか。やっぱりトイレ行くと一瞬割に変えます、ね。悪いものが出るから。いや、あれはいいものですよ。飲ませることもできる。まあそれはいいとして。はい、はいはい、はい。分かった。お水飲んじゃう。うん、これか。これやっちゃった。うん、何が分かったのかな。でもその、うん、いやだからね、荒井さんと僕との違いっていうことを考えてて、うんうん、で面白いな、やっぱりこのまあつまりね、うん、僕の方がジャンルの人なんですよ、うん、つまりジャンル映画とか、うん、ジャンル漫画とかで、うん、荒井さんはもっと私小説的だから、うんうん、だその違いなんじゃないかなって気がする、うん、あ、それはちょいあるかもしれない、うん、そうそう、だからそうそう、やっぱりその荒井さんはさっきから話を伺ってても、うん、やっぱり常に表現が詩的なものと、うん、つながってる、うん、で、もちろん詩的なものと表現ってのは常に誰でもあってもつながってるんだけど、うん、そことそのジャンルとの兼ね合いみたいなことがあって、うん、例えばだからその、なんだろう、例えばね、僕はこれはまあ言うのはおこがましいんですけど、激怒を作る、うん、出る時にもう作る前も全く考えてなくて、うん、作る前はまあサムライミにちょっとでも近づければいいかぐらいの感じで撮ってたんだけど、うん、撮り終わって、うん、でその素材を見て編集し始めたから、うん、初めていかに自分が、うん、カーペンターが好きかってことで、で自分でやり始めたら、こんなに影響されてんのっていうぐらいあって、でちょっとびっくりしたんですよ。うん、で、いやそれは本当に自分でもそんなことは予想してなかったから、ああそんなことあるんだと思ったんだけど、うん、だけどそのカーペンターも、うん、そうだけど、うん、やっぱりそのジャンルの人なんですよね。うん、でだからジャンルの人だから、うん、その自分も入れるけども、うん、そこまでパーソナルにならない、うん、だからその、なんていうの、その自分のパーソナル問題意識は全部反映されてるけれども、うん、しかしそのニューシネマとは違うっていう感じで言うと、荒井、うん、さんはどっちかというとニューシネマっぽい、ね、うん、そうそう、でもカーペンターの名前出たら、うん、
言うけど、俺もだから娘がいて、うん、娘が小学校時代、下手すると虐待だって言われそうなんだけど、うん、俺父親から映画、英才教育っていうか、やったら映画連れて行かれて週に2回ぐらい、うん、嫌がる娘に、いやこれ見て絶対面白いからって言って見せて、一番ハマった映画が流星からの物体 X。 あ、娘が尋常じゃなく怖がってるんだけど、うん、面白い、すごいすごいって喜んで、うんうん、よかったと思って、いい話ですね。でもそう、カーペンターズカーペンターズじゃない、違います、それは歌手ですね。そうそうそう、え、ちょっと待って、ね、兄弟、それはジョン・カーペンターと映画監督と、そうそうそう、あの、流星からの物体 X とか、そうそうそう、ゼイリブとか、今急にあの、拒食症の話になりましたから。そうそうそう、映画の監督、映画の方で、映画やってない、映画で、あのカーペンターズ、流星からの物体 X やってないから。私、音楽のそっちから、違う俺もめっちゃ聞きたいわ、吉木さん、そう、心の変化と、違うね、すいません、ごめん、難しい話です、すいません、難しい話になった、今、急に。私、あの、ほんまにあの、ダース・レイダーさんのやつとか、めっちゃ好きでよく聞いてんねんけど、うん、あの人らみんなね、歌丸さんもそうやし、歌丸さんね、歌丸さんもそうやし、なんか、すごい、なんか、映画の話すごいしてはるじゃないですか、うん、まあファンや言うといてください、うん、はい、あの、吉木さんの話、文章ほんま読みやすくて、あのね、本当に俺は優しい人には優しいけど、うん、優しくないやつが厳しいからな。俺、優しい人にも優しくない人にも面白がるけどね。、うん、そこがね、荒井さんと俺との違いで、うん、俺結構ね、あのね、あの割とアグレッシブだから、うん、あのちょっとね、うん、あのなんかあるとすぐ怒っちゃうし、うん、怒ったら殺す、うんうん、そうね、そうそう、口癖のように、うん、怒りっぽいね。人生相談、はい、なんか畑に行く人生相談あったりとか、うん、あ、イエス好きな荒井さんもいらっしゃるんで、うん、じゃ人生相談だけ一個だけ投げていいですか、ね、女の話、はい、もちろん女の話、もちろんお母ちゃんゲーム作ってます、うん、まあそれもな、まあ知っております、現実にないものを作ってます、はいはいはい、でかつて自分が若い時に世の中の方が面白いよねって流れが一回ありました、うん、あ、そう、その現実よりも世の中の現実の方が面白いって感じですね、はいはい、その空想の世界、うん、はい、うん、表現よりね、はい、で、今、うん、もう一回その流れが来てるなと僕は感じています。あ、なるほど、うん、はい、現実の方が面白いんじゃなかろうかって、はい、はいはいはい、その証拠として自分が感じてる以上に、うん、世の中の事実をカットアップした作品っていうものが作品って言われてるなと思っています、うん、はいはい、っていう時に、うん、果たして自分が原体験が美しいと思ってものを作ってるんですけど、うん、その原体験ってものが、うん、そもそも改めて今自分が作ることに、意味を失ってるんじゃないかと、あ、減っていくと思ってます、うん、あのね、俺はちょっと返事はもう完全に決まってるんだけど、はい、現実より想像力の方が立派だし、はい、正しいから、そっちをやって何の問題もないし、つまりその現実に即したフィクションみたいなことやってるものなんて、1年2年で燃えかすだよ、そんなの。ファックオフだよ、全然ないよ、そんなの。だからちゃんとフィクションの力を信じてものを作り続けてればちゃんと残るし、何とでもなるっていうのが俺の意見ですね、うん、そのね、なんかね、現実の方がね、フィクションよりいいとかね、嘘だから。だって全然、だってさ、神話でも何でもそうだけど、だってさ、え、お前、だって現実にスーパーマンとかいないじゃんみたいな話でしょ。で、俺はスーパーマンとか見たいし、本当だってさ、俺たちは現実にないものを見たいし、で、それを作る人が一番偉いし、だからそれのために、人間の文化ってものがあるんですよ。今のそうでしょ、今の岡ちゃんの質問に対しては、岡ちゃんみたいな仕事をやってて、まあ俺もそうだし、吉木さんもそうだけど、現実を生きてるって勘違いしてるって思う。要するに現実とフィクションって俺の中では境目がないから、自分が現実だと思ってること自体が、だからさっきから変なことばっかり言うんですよね。そう、おかしいんだと思う。そう、僕切れ目あるんですよ。俺ね、ないのかもしれない、うん、俺はね、大体ありますかね。本当に分かんないけど、いや、あ、そっか。でもその直線、その延長線上に長生きがある。大体俺はキリストは嘘とかね、そういうぐらいあるんですよ。俺はそれもキリストがいるっていうのも、うん、
いたっていうのも、フィクションだと思っても、現実の延長線上なきゃ。だから俺が描いてる漫画は、現実も込みで描くけど、現実の延長線上だと思って描いてて、で、現実がシリアスかって言ったら、いやいやいや、想像の世界の方がもっとシリアスだったりするし、だから、現実を自分はフィクションとは別に現実を生き、現実を生きてるかっていうと、大差ないっていうのがあって、だから、それこそ現実ファックオフ。ね、やっぱりさ、ちょっとさ、俺思ったんだけどさ、これ言ってもいいですか、ションベンもしてきてないのに。やっぱちょっと言っていいのかな、なんかさ、荒井さんさ、いや、どうかな、これ言っていいのかな。いや、全然いいよ。大丈夫。いいですよ。もう20代じゃないから大丈夫。やっぱりさ、あんまりそういう感じでやってると、怒れなくなるから。違う、怒り方が変わったの。変わったってのは変だけど、怒りはすっごいあるわけ。10代20代の頃と変わんない怒りがあるんだけど、もう本当は消し去りたいんだけど、あるわけ。だけど、その怒る怒り方を多分違う扱いでやろうっていう風になってる。いやそこが多分俺と違くて、いやそれはね、違いがあって、怒り方なのか、怒りのトリガーなのかっていうのもあるけど、本当本当、本当に俺だって、まあでもほんまそうやと思う。すごい怒りだけは、もうその怒りも含めて自分が嫌だったから。でも、怒りのエネルギーで書いてたみたいなところがあったのが、まさにそういう漫画に思いましたよね。飽きちゃったんだよね。わかります。で、飽きたけど、怒りは消えてないんで、だったら自分なりの別の怒り方やろうって。なんか超納得になっちゃった。だって、いや俺だってもう本当、昔とか書いてる時は、もう怒りも任せて死ね殺せみたいな感じでしたけど、まあそうでもないなみたいな。そうだね。だって今の今日の話とか聞いてても、そうじゃないもんね。要するに楽しんだ方がいいよっていうのは一緒でしょ。そうちゃんと自分の人生を自分で楽しんだ方がいいっていうか、だから逆にね、俺がその、なんか20代とかの時にとか10代とかに苦しんでたみたいな思いをしないで、普通に楽しくやって楽しくできるよってことが言いたい。でそれでやって、でしかしそれだけでバカだったら俺はすごく軽蔑するけど、だけど、そこだけちょっと違うのが、俺はバカだったら楽しむ、面白いって。俺はまあめっちゃ軽蔑しますから、それはね。まあサタニストだから、バカは軽蔑するんだよ。なんかそのサタニストって何って思ってる人いっぱいおると思うんだけど、一応聞いといていい？こうか、こっちの。よしきさんが、こっち。私のさっきの変な説明やったらさ、分からんから、サタニストって何って聞かれるの？なんてことあります？サタニストは自分を信じてる人間ですね。ユーモアもね。そうそう、自分を信じて面白がある人がまあサタニストでしょうね、基本的にね。まあそんだけでなれるわけではないですけども、まあでもまあ基本的にはそういうこと。詳しく知りたい人は、本を、まあいやサタニストバイブル読むし、俺のつけた意味としての善良なる人がサタニストだと思う。通常の善良じゃなくてね。まあまあまあ、でもね、いやまあそれはまあ何でもいいですよ。何でもいいの、何でもいいの。だって吉木さんなんだかんだ言ってファックオフって言いながらすごい優しいし、まあそれはね、優しいファックオフ。まあ私からしたら二人ともすごい無邪気で、本当にね、無邪気重要、無邪気で本当素直なね人たちですよ。無邪気なのは何好き、荒井さん。俺無邪気、まだ種類違うけどね。僕は無邪気じゃないですから、無邪気っていう言葉がじゃあ違うかもしれへんけど、毎日踊ってる人が俺は無邪気じゃないはないと思う。素直。いや本当だけどさ、なんていうの、そのだから芸アンセムみたいなやつをさ、毎日かけて踊ってないやつとか俺本当信用できないわけ。例えば、なんだっけ、Hey Siri I will survive かけて。誰の曲、アイビルサバイブ。聞いたらわかるじゃないですか。聞いたらわかる。これでしょ。これや。これ大好き。これか。これで上がんなかったら人間じゃない。
これで踊れるんだもん。これで踊れるの大事だよ。あれだよ、これでこれかかった瞬間にバッて違ってこうなんないと。俺はだからほらアフリカンビートの。社会は何億年かかったって絶対無理だから。でも目指すべきではあるでしょ。いや目指すべきなことあるよ。だからそとかさ、少しはさ人に優しくしろよとか思ってるわけ俺は、うん、でしょ。だから人間は人他人にちょっと優しくしろっつってんの。そう、俺もちょっといい。それ以上はないよ。そう。だからそんだけしか言ってないの。1.1 でいいんですよ。うん、そう。だからボネガットという親切が好きなのよ俺。ちっちゃい親切なら見返り求めないでしょ。全員が 1.1 だったらいい世界なんですよ。そんなね、ベスト社会ねみたいなのが出来上がるとか思ってないし、うん、そんな理想も思ってなくて、でどうやったってね、どこにでも問題が出るし、しょうがない。どうなの、ゆしきさん、逆にディストピアは完成しそうなの、下手すると。それは聞くでしょ。もうしてるし、もうしてる、今ディストピアなんで。だからそっちの方がやばいから、だからそのディストピアじゃない方用意したいっていう気持ちでしかないね。もう、うん、いっぱいパターンがある。そうだよね、ディストピアに1個じゃないですか。そうなってるなってる。いや、例えばどっちも仮に2万パターンあるとして、うん、いやまさに そっちがばっか1万ぐらい来ちゃって、うん、そう来ちゃってて、おいおいおいっていう。でユートピア側は1例もない。そうそうそう、本当だよ。だからユートピアは実現しないかもしれないけど、幻想を夢見てる人は、うん、できる限り言った方がいいよって押し付けないでね。もちろんこっちの方が楽しいでしょって、うんうんうん、でも実際はならないじゃないですか、うん、ならないけど、うん、ならないって皮肉ばっかり言ってても始まんないからっていうのが俺今なのよ、うん、俺は生理的にこの方が楽しいよって、うんうん、みんなもそう思わないっていう